本日は2022アルビレックス新潟激励会のオンライン配信をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。開演は午後2時の予定です。今しばらくお待ちください。本来であれば多くの講演会会員様、サポーターの皆様にこの場に来ていただき、選手スタッフに激励の拍手を送っていただきたかったのですが、新型コロナウイルスの新規感染者が急速に増加していることを踏まえて、またお客様の安全と安心を第一として、残念ではありますが無観客でのオンライン配信となりました。そしてより多くの皆様にご視聴いただけるように YouTube での無料の配信とさせていただきました。ここで皆様にお願いいたします。クラブ選手を支えていただくため、ぜひ講演会へのご入会をよろしくお願いいたします。アルビレックス新潟講演会では2022年度会員の入会を受け付け中です。入会するとクラブ支援につながるほか、シーズンパスの1万円割引も受けられます。会員限定特典やイベントでもっともっとアルビライフを楽しみましょう。お申し込みはクラブ公式ホームページで受付しておりますので、皆様のご入会をお待ちしております。配信をご視聴いただいている皆様へ YouTube スーパーチャットのご案内です。スーパーチャットとは YouTube の投げ銭機能のことです。視聴者は100円から最大5万円まで好きな金額を設定して配信者へ投げ銭をすることができます。投げ銭額により表示されるコメントの色やチャット欄での滞在時間が変わります。1日の最大投げ銭額は5万円です。現在ご覧いただいているページのチャット欄に表示されている円マークを押し、スーパーチャットをご選択いただくことで投げ銭をすることができます。ぜひ選手スタッフへの応援コメントとともに投げ銭でクラブをサポートしましょう。本日は2022アルビレックス新潟激励会のオンライン配信をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。開演は午後2時の予定です。今しばらくお待ちください。本来であれば多くの講演会会員様、サポーターの皆様にこの場に来ていただき、選手スタッフに激励の拍手を送っていただきたかったのですが、新型コロナウイルスの新規感染者が急速に増加していることを踏まえて、
またお客様の安全と安心を第一として、残念ではありますが無観客でのオンライン配信となりました。そしてより多くの皆様にご視聴いただけるように YouTube での無料の配信とさせていただきました。ここで皆様にお願いいたします。クラブ選手を支えていただくため、ぜひ講演会へのご入会をよろしくお願いいたします。アルビレックス新潟講演会では2022年度会員の入会を受け付け中です。入会するとクラブ支援につながるほか、シーズンパスの1万円割引も受けられます。会員限定特典やイベントでもっともっとアルビライフを楽しみましょう。お申し込みはクラブ公式ホームページで受付しておりますので、皆様のご入会をお待ちしております。配信をご視聴いただいている皆様へ、 YouTube スーパーチャットのご案内です。スーパーチャットとは YouTube の投げ銭機能のことです。視聴者は100円から最大5万円まで好きな金額を設定して配信者へ投げ銭をすることができます。投げ銭額により表示されるコメントの色やチャット欄での滞在時間が変わります。1日の最大投げ銭額は5万円です。現在ご覧いただいているページのチャット欄に表示されている円マークを押し、スーパーチャットをご選択いただくことで投げ銭をすることができます。ぜひ選手スタッフへの応援コメントとともに投げ銭でクラブをサポートしましょう。皆さんこんにちは。2022アルビレックス新潟激励会をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。
本日の激励会司会進行を担当いたします立石雄貴と申します。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。なお本日は出席するアルビレックス新潟の選手スタッフはもちろん、この激励会に関わる我々出演者スタッフも全員抗原検査を行いました。新型コロナウイルスの陰性であることを確認いたしました。その上でマスクを外した状態で会の進行をさせていただきますことをご了承お願いいたします。さあそれでは2022アルビレックス新潟激励会、早速アルビレックス新潟の選手スタッフをご紹介します。まずはチームスタッフ、本日出席のチームスタッフの紹介です。ご紹介いたします。ヘッドコーチ入江徹、コーチ渡辺元春、アシスタントコーチ小倉雄介、アシスタントコーチ田中達也、テクニカルコーチ赤野芳郎、テクニカルコーチ池澤奈美人、フィジカルコーチ安野努、ゴールキーパーコーチ石津隆二、チーフドクター渡辺聡、チーフトレーナー奈良原誠一、トレーナー長谷川哲夫、フィジオセラピスト伊予川武史、主務池亀周平。本日の激励会出席のチームスタッフの皆さんをご紹介しました。スタッフの皆さんどうぞご移動ください。続きまして2022年のシーズンを戦いますアルビレックス新潟の選手をご紹介します。1番ゴールキーパー小島良介、5番ディフェンダーマイケル・ジェームズ、6番ミッドフィルダー秋山ひろき、7番フォワード谷口海斗、8番ミッドフィルダー高隆博、9番フォワード鈴木浩二、10番ミッドフィルダー本間紫苑、13番ミッドフィルダー伊藤亮太郎、14番ミッドフィルダー三藤俊介、15番ディフェンダー渡辺大輝、17番ミッドフィルダー一平篠塚、18番
ディフェンダー早川文也。19番ミッドフィルダー星雄二。20番ミッドフィルダー島田譲。21番ゴールキーパー阿部孝斗。22番ミッドフィルダー松田栄太郎。23番フォワード小見洋太。24番ゴールキーパー瀬口拓也。25番ミッドフィルダー藤原壮也。26番ディフェンダー遠藤亮。28番フォワード矢村健。29番ミッドフィルダー島袋和義。31番ディフェンダー堀米雄斗。32番ディフェンダー長谷川拓海。33番ミッドフィルダー高木義明。35番ディフェンダー千葉和彦。47番ミッドフィルダー吉田仁平。50番ディフェンダー田上大地。監督松橋力蔵。以上2022アルビレックス新潟選手スタッフの皆さんです。なお本日トーマス・デン選手は入国後の隔離期間中のため欠席させていただいております。ご了承ください。それでは初めに主催者を代表いたしましてアルビレックス新潟後援会唐沢正蔵会長よりご挨拶をさせていただきます。皆さん明けましておめでとうございます。ただいまご紹介いただきましたアルビレックス新潟後援会長を務めております唐沢正蔵です。まず冒頭に年が明けてから急に感染拡大いたしました新型コロナウイルスオミクロン株の急な拡大によりまして今日は残念ながらオンライン配信という形になりました。
ご来場を楽しみにされておりました方々には本当に申し訳ないところでありますが、何よりも皆様の安全を最優先という決定ということでご理解をいただきたいと思います。昨年は物心両面にわたりまして皆様から心温まるご支援を賜りました。厚く御礼申し上げます。昨シーズンはアルビレックス新潟順調な素晴らしいスタートだったわけでありますが、後半の失速によりまして残念ながら J1 昇格の夢を果たすことができなかったわけであります。新しい年を迎えて今年も J1 昇格に向けて新たな夢をしっかりと胸に抱きスタートを切るところであります。我が後援会はどんな時でもアルビレックス新潟を全力で支えてまいりました。これからもしっかりと支えてまいりたいと思います。今日は残念ながらオンラインということでありますが、先ほどもスタッフの紹介、選手の紹介、しっかりと充実をしてもらったところであります。どうか今日これから楽しい有意義な時間を過ごしていただければと思います。この後皆様から心温まる支援金をチームに贈呈したいと存じます。結びになりますが、今シーズンも昨年以上にアルビレックス新潟を皆様の熱いご声援で支えていただきますよう心からお願い申し上げまして、会長としての挨拶といたします。ありがとうございました。唐沢会長のご挨拶でした。会長はそのままお待ちください。それではここでアルビレックス新潟後援会から支援金の贈呈です。アルビレックス新潟後援会ではアルビレックス新潟への物心両面での支援活動を行っております。令和3年度に会員様からいただいたクラブ支援金は1億1000万円になる見込みです。アルビレックス新潟後援会を代表いたしまして、唐沢正三会長より株式会社アルビレックス新潟中野幸男代表取締役社長に支援金の目録を贈呈させていただきます。中野社長ご登壇ください。後援会会員の皆様からクラブの検討を願いましての支援金の贈呈を行いました。後援会員の皆様、クラブ支援へのご協力をいただき誠にありがとうございました。それでは唐沢会長はご講談ください。続きましてクラブを代表いたしまして、株式会社アルビレックス新潟中野幸男代表取締役社長よりご挨拶をさせていただきます。皆様新年明けまして おめでとうございます。今ほど、後援会の皆様からありがたく支援金をいただきました。大変高額な支援金でございます。大切に使わさせていただきたいと思います。また昨年は、クラブハウスの改善の募金という形で、たくさんのご支援を頂戴いたします。大切に使わさせていただきたいと思いますし、選手が、キャンプに行ってる間に、クラブハウスの改善を行わさせていただきたいと思います。重ねてお礼を申し上げたいと思います。大変どうもありがとうございます。続きまして、
今年の抱負を少し述べさせていただきたいと思います。毎年こういう形で後援会の皆様、ファンサポーターの皆様の前で揃いました監督コーチ選手を紹介させていただくことが我々のシーズンのスタートであります。今日は残念ながらネットでの配信という形になりましたが、後でまた選手のパフォーマンスを通じて今年の意気込みを皆様にお届けできたらと思います。そして今年のスローガンを昨年の、悔しい思いを忘れずに、しかしながら昨年と築き上げた、チームのベースを大切にしながら、より攻撃的にというスローガンを掲げさせてもらいました。一歩届かなかった昇格という目標を今年こそはより攻撃的に行うことによって目標をつかみ取りたいと思っております。また、選手は目標に向かって頑張ってくれると思いますが、一方でフロントの方も、昨年選手と一緒にいろんな社会貢献活動に取り組みさせていただきました。今年もまた県民の皆様、ファン、サポーターの皆様と地域の皆様と一緒にまた社会貢献活動を、やらさせていただきたいと思いますので、そちらの方もより攻撃的にという気持ちを持って1年間過ごしてまいりたいと思います。最後にまた今年1年皆様と一緒に戦いたいと思います。一緒に戦ってくださるようお願い申し上げまして、挨拶をさせていただきます。1年間どうぞよろしくお願いいたします。アルビレックス新潟中野社長のご挨拶でした。続きましてクラブをサポートをしていただいております新潟県副知事橋本健二郎様よりメッセージを預かりいたしましたのでご紹介をさせていただきます。アルビレックス新潟の選手、スタッフ、チーム関係者の皆様、サポーターの皆様、新年明けましておめでとうございます。本来であれば会場で皆様にお目にかかってご挨拶すべきところ、このような状況のためメッセージを送らせていただきます。アルビレックス新潟は多くの県民に夢と感動を与え、地域を元気にしてくれる新潟の宝です。選手、スタッフ、チーム関係者、スポンサー、サポーターの皆様が一体となって戦い、歓喜を共にしていく、これこそが新潟の強みであり誇りだと思っております。県といたしましても引き続きより多くの県民の皆さんが一体となってアルビレックス新潟を応援し、地域をさらに盛り上げていくための支援をしていきたいと考えております。松橋新監督のもと充実したキャンプを送り、ベガルタ仙台とのシーズン開幕戦に勝利し、スタートダッシュ、連勝記録の更新、そして J1 復帰を大いに期待しています。コロナ禍で声を出して応援ができない状況であります。サポーターの皆様におかれましても大きな拍手で選手に勇気を与え、勝利、そして J1 復帰への後押しをお願いします。最後に関係者の皆様のご尽力に敬意を表しますとともに、新潟の宝アルビレックス新潟がさらに多くの県民サポーターに愛され、地域に根ざしたチームとして今後ますます成長されることを記念いたしまして挨拶といたします。令和4年1月15日新潟県副知事橋本健二郎。新潟県副知事橋本健二郎様からのメッセージをご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。それでは選手スタッフの皆さんにはご移動いただきたいと思います。選手の皆さんはまた後ほど登場をしていただきます。それでは皆さんご移動ください。2022アルビレックス新潟激励会、このような
配信という形で今回は開催をさせていただく運びとなりました。ご視聴いただいている皆様、誠にありがとうございます。ぜひこの後最後までゆっくりとお付き合いください。この後選手が登場し、そしてもちろんゲスト平畑さんを迎えてのトークイベントなども展開をしてまいります。さあ、2022年の明治安田生命 J2 リーグアルビレックス新潟、開幕から4節までの対戦カードはすでに発表されておりますが、開幕カード第1節アウェーベガルタ仙台戦、2月の19日もしくは20日のどちらかで開催されることとなります。第2節アウェーで大宮アルディージャ戦を戦い、そしてホーム開幕となるのは第3節3月の5日もしくは3月の6日、このどちらかの日程にて開催されますが、ホーム開幕ゲームレノファ山口 FC 戦を電化ビッグスワンスタジアムにて開催をいたします。どうぞ新しいシーズンも会場に足を運びいただき、皆様のご声援をどうぞよろしくお願いいたします。またアルビレックス新潟講演会では2022年度会員の入会を受付中です。入会をするとクラブ支援につながるほか、シーズンパスの1万円割引も受けられます。会員限定特典やイベントでもっともっとアルビライフを楽しみましょう。お申し込みはクラブ公式ホームページで受付をしておりますので、皆様のご入会をお待ちしております。さあ、2022年シーズンのアルビレックス新潟の激励会、この後準備が整い次第再び選手にご登場いただきまして、トークコーナーが展開されていきます。どうぞ今回は配信にて、皆様にご覧いただく形をとっております。ぜひその YouTube 配信などを通して皆様からの激励のコメント、また、スーパーチャットも受付を行っております。ご協力いただける方のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。この後最後までゆっくりとお付き合いください。また、重ねてご案内をさせていただきますが、アルビレックス新潟講演会では2022年度会員の受付を行っております。さまざまな特典も受けられます。ぜひこの機会にお申し込みをご覧いただきますようお願い申し上げます。アルビレックス新潟クラブの公式ホームページにて受付を行っておりますので、皆様のご入会をお待ちしております。さあ、それではお待たせいたしました。ここからは本日の激励会のゲストでもあります平畑啓二さんをお迎えしまして、 MC を担当していただき、選手のトークコーナーを展開してまいります。それではお呼びいたします。平畑啓二さん、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。平ちゃんこと平畑啓二でございます。よろしくお願いいたします。いや、本当にお客さんが、いないということで、本当にこのびっくりというか、まあ本当に行きたいなという方にとっては、残念なことだと思いますけども、私も先ほど控え室で、YouTube で見ておりましたけども、本当にたくさんのスパチャいただきまして本当にありがとうございます。たくさんの方見ていただいておりまして、本当に皆さんいい反応してるなという感じしておりますけども、一応私も今携帯持ってて、そのチャットとかも見れますんで、もし、トークの中でそれがなんかちょっと使えるなというか質問とかあったら、やってみたいなと思ってますんで、これは実際、お客さんがいらっしゃる時にはそれはなかなかできないですけども、今回こういう感じで、YouTube でやるということで、そういう感じでつなぐこともできるかなと思いますんで、ちょっと、チャットとかも見ながら、今日はやっていきたいなと思っておりますんで、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、それではもう早速ですけども、選手の方を紹介していきたいと思います。まず、4組に分かれてありますけども、じゃあ1組目早速登場していただきましょう。このメンバーです。どうぞ。さあ、まず最初は、小島良介選手、本間俊選手、伊藤亮太郎選手、水戸俊介選手、島田いずる選手、阿部光斗選手、そして瀬口拓也選手です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ座ってください。お願いします。これからトークしていくんですけど、私もさっき控室で YouTube 見てましたら、皆さん出てきた時のやっぱりこうワンショットというか、一人でこう映ったところがやっぱり見てる方もかなり嬉しいんじゃないかなと思いますんで、トークしていくんですけども、まず最初にお一人ずつカメラ、どのカメラに、今手を挙げてる方いらっしゃいますよね。カメラに向かって一言見ている方にご挨拶、小島選手からいただいていいですか。はい、じゃあお願いします。小島良介です。今回は、無観客ということで、皆さんと一緒に、
この会をすることはできないんですけれども、まあ、画面越しで楽しんでいただければなというふうに思っております。楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは、本間志音選手もよろしくお願いします。はい、こんにちは、本間志音です。今年もよろしくお願いします。たくさんゴールとアシストができるように頑張ります。よろしくお願いします。さっき本間志音選手が出てきた時チャット見てたらもうシオーンってめっちゃ出てましたよ。本当ですか。ほんでもうシオンだけじゃなくてシオーとオーとウンの間に棒をめっちゃ伸ばしましたよ。もうアメトークどころじゃなかったですよ。シオーンってなってましたよ。いや皆さん本当に待ってたんだなという感じがいたしますが、今日よろしくお願いします。お願いします。さあ続きましては伊藤亮太郎選手お願いいたします。13番の伊藤亮太郎です。まあ今日は皆さんと、お会いすることができなかったですけど、リモートで、ぜひ楽しんでもらえたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ続きましては水戸俊介選手です。お願いします。皆さんこんにちは、水戸俊介です。今日は楽しい会にしたいと思います。今年もよろしくお願いします。お願いします。さあ、島田譲選手お願いいたします。はい、島田譲です。今年1年、一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあそして阿部光斗選手お願いします。はい、こんにちは、阿部光斗です。今シーズンもピッチ内外でチームを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあそして、瀬口拓也選手です。はい、今シーズン、から完全移籍で加入することになりました瀬口拓也です。背番号も新たに24番に変わりましたので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。島田選手なんかやっぱりちょっとお客さんいないといつもと感じが違うかなという感じするんですけど、ちょっと難しいですちょっと雰囲気とかこう反応とかもね、はい、でこういっぱい本間選手もこうやってたくさんのお客さんの前ってやっぱりシーズン始まるなっていう感じがするでしょ。そうですね、はい、ね、ちょっと今回はいつもとは違う感じですけども、でもその中でも、阿部選手はお客さんがいようがいまいがもう最初から飛ばしましたね。はい、まあでもやっぱりお客さんがいた方が、うん、トゥースのやりがいがあるのかなと思うのでやっぱり、はい、お客さん欲しいですね。いやそんなでも気にしないでくださいね。あんまりその、はい、なんか反応ないなとか見てる方は家でも、はい、そうですね、大爆笑、はい、してもらえたらいいかなと思います自分の中ではもう笑い声もちょっと聞こえてたでしょ。まあやったなっていうちょっと後ろからの冷たい視線というかはすごい感じてました。なんですか周りのちょっと冷たい感じが、はい、それも全然関係なくどんどんやっていこうかな。はい、大丈夫です。やっていきたいと思います。なんか小島選手阿部選手ってキーパーの選手ってみんな声大きいじゃないですか。はいはい、でもやっぱ阿部選手はそんなに声大きいんですか。でかいですね。やっぱり口が大きい分、はい、声量が大きいです。口が大きいところもあって、ね、多分皆さん口が小さいんで本当はでかい声出ると思うんですけど、うん、この口が小さいことによって全部でききってないので、それが自分口が大きくてでききってるんじゃないかなと。何言ってるか全然分かんなかったですそれキーパーにもなる、だんだんもう子どもの頃から声は大きかったんですか。大きいっていうあんまり自覚はないんですけどよく言われます。本間選手ピッチでかなり距離はあるじゃないですかキーパーと。でも阿部選手の声とか聞こえたりするんですか。いやあんま聞こえないんかい聞こえないんか多分、はい、距離ありますもん ね、 そうっすね。でも練習場とかではかなり声が、そうですね、ロッカールームとかでも喋るときは基本的に近くてもでかいです、まあ、そんな近いからそんなに大きな声出さなくてもいいのにそれでも大きい。まあそうですね、はいだから地声がもう大きいっていう、そうだと思いますね。えだって瀬口選手はもう多分いろんなチームでたくさんのゴールキーパーを見てきたと思うんですけど、やっぱ声阿部選手大きいですか。そうですね、 J リーグで一番めっちゃすごいじゃないですか。 J リーグで一番声の大きいゴールキーパーってすごいじゃないですか。いやなんか測りたいですよね、声量選手権みたいな。わかる、何本みたいなね、はい、やりたいですね。ちょっとアルビを代表してノミネートしたいですね。多分マイクなくてもカメラ通して向こうの人に伝わると思いますよ、はい、今シーズン頑張りますみたいなことちょっとマイクなしで一回でっかい声で叫んでもらっていいですか。今シーズンも
ありがとうございます。そうでもない。いや、そうでもないですか。いや、そう島選手、そんなそうでもなかったですか。言うほどですよね。はい、なんか、まあ、声よりまあだいぶ去年1年で態度の方が大きくなってきたなと。ああ、それはちょっと触れないでほしい。これはちょっと島選手いけないんじゃないですか。そうですね、それは今年1年しっかり締めていきたいなと思います。声の大きさはそのままでもいいですけど、態度は。そうですね、もう一回改めてもらって、はい、態度はそんなに大きくなくてもいいんで、先輩としては。はい、その辺はちょっとこう目を光らせておかないといけないところ。そうですね、部分ありますけども、はい、でもう小島選手はもう今シーズンから完全移籍、はい、ということで、全然気持ち変わりますか。変わり、いや、なんて言うんですかね。なん、いいです、正直に答えていただいて。まあ、変わるといえば変わります。やっぱ完全移籍っていう形にはなるので、うん、はいはい、ただやっぱりレンタル移籍で2年間在籍させていただいて、うん、はい、その中でもやっぱりサポーターの方が熱くて、うんうん、たくさんの方に応援していただいてたので、はい、なんかほとんどもう完全移籍で、はい、いるような感覚で自分でもいました。もう感覚的には別にその、まあ、完全でも期限付きでも、はい、気持ちはもう新潟の選手としてプレーしてて、まあ、その形上というか契約上を、はい、完全移籍みたいな形。そうですよね、はい、ということで、はい、なんか今シーズンに向けてちょっとここ高めていこうみたいなところあったりするんですか。はもうこの2年間で怪我がやっぱ多かったんで、やっぱ怪我せずに1年間通してサッカーをするっていうところが、はい、あの自分の存在価値っていうところにもつながっていくと思うんで、うん、そこは大事にしていきたいなと思ってます。あのキーパーというのはもちろんポジション1つしかないですけど、あの練習はもう本当みんなグループでやりますけども、このグループのあの一体感、ゴールキーパーグループの一体感はいかがですか。かなりあると思います。そうですか、はい、仲いいですし、はい、一人一人がやっぱりトレーニングに対してもいい姿勢で取り組めてると思いますし、はい、トレーニングの中でも競争っていうところもできてると思うんで、はい、かなりいい、雰囲気でやれてると思ってます。はい、瀬口選手も今シーズンからあの完全移籍ということになったということですけども、はい、この新潟のゴールキーパーグループいかがですか。そうですね、まあ、僕以外はまあ、去年もそうですけど年は近かったので、はい、まあ、仲いいなっていうのはすごい感じてたんですけど、うん、まあ、そのピッチの中でもそういう競争もありながらの仲の良さっていうか、はい、練習の質をどうみんなで上げていくかっていうのを、まあ、常に考えてるなっていうのは思いました。もちろんライバルでもありますけども、やっぱり一つのチームでもありますもんね。そうですね、グループとしていい方向に向くようにみんな考えてやってくれているのでいいなと思います。瀬口選手は完全移籍というところでなんかそういう心持ちとか変わったりするんですか。いや、もう昨年レンタル移籍する際にもう完全移籍の気持ちで自分は来てるっていうふうに考えてたので、はい、僕自身は変わってないですけど、うん、まあ、サポーターの皆さんがその完全で来てるっていうので、うん、まあ、見る目っていうかそういうのは変わるんじゃないかなと思います。阿部選手はなんかこの資料によりますと、このまたヘアスタイル、今季はヘアスタイルにも注目ですみたいなことも書かれてますけども、結構いろいろ変えますよね。はい、そうですね、昨シーズン、まあ、色も変えたり最後ぐらいからこのヘアスタイルにしたんですけど、それは結構お気に入りというか。そうですね、意外と好評なんで気に入ってます。今年はもうそれ通すのか、またちょっとこう変えたりしようかなみたいなところあったりするんですか。いや、先のことはあんま考えてないですけど、うん、まあ、でも今の気分的には今このスタイルがしっくりきてるので、まあ、当分はこれでいこうかなと思ってます。髪型変えるってなんかきっかけ、何きっかけとか、きっかけがあるようなないようなみたいな感じするんですけど、なんかきっかけみたいなのはあったりするんですか。失恋したとか。失恋はしてないですけどいや、もう本当に気分ですね。あ、なんかやりたいってなったらこの髪になったり、もうパッションが止められない、はいはい、色変えたいって思ったらもう変えたりしてるんでちょっとそこも注目していきたいと思いますけども、はい、さあ、そして、本間選手は本当に見てる方、アルビを応援されてる方、本当に首を長くして、早く契約発表してよみたいな方もたくさんいらっしゃったと、多分そういう反応SNS とかでもあったんじゃないですか。まあ、そうですね、うん、はい、少しは、はい、やっぱ
目になんていうんだツイッターだったりそういうところでいつ更新するんだっていうのは、うんうん、はい少しずつなんか情報入ってましたけど、まあいつも毎年遅くなって本当に申し訳ないですでももうこれで決めたということは今シーズンも新潟で思いっきりプレーするというところですよね。そうですね、去年はまあ前半戦はすごい自分では良かったと思うんですけど、うん、後半戦なかなか怪我もしていい結果出せなかったんで、うん、今年はまあ一シーズン通していいプレーできればいいかなっていうふうに思います、うん、もちろんサッカー選手ですからもうピッチで躍動したいっていう気持ちも強いと思うんですけども、もう怪我とかもあってどうですか、こう逆にこのスタンドからアルビを客観的に見てみていかがでしたか。やっぱりいい部分と悪い部分がやっぱたくさん見えたというか、うん、なかなか中入ってる時で分からないので、うん、まあそういうところではいい視点で見れたなっていうふうには思いましたね。じゃあそのあたりは今シーズンにそれをまた生かしていくっていうことになりますかね。そうですね、はい、で私がいただいている資料によりますと水戸選手はとは仲良しなんですか本間選手。多分、はい水戸選手多分っておっしゃってましたけど今。いや仲いいと思う、仲いいですよねいいっすよね、はい年齢差はどれぐらいあるんですかこの2人は。2つです。あ2つ、はい、どんな感じですか、もうお兄ちゃんみたいな感じなのかもうなんか友達みたいな感じなのか。まあもう結構友達みたいな感じだと思います。本間選手それでいいですかね、友達みたいな感じいいですか、ね、全然大丈夫、友達で。いやいや俺の方が兄貴だぞみたいなそんなところはないですか。いやほぼ、まあ、タメみたいなもんなんで、うん、はい、接し方とかも。じゃあもう普段でもなんかそんなあまりこう上下関係なく、まあ、ほぼ関係なく、はい、喋ってますね、はい、で水戸選手もあんまりこう年上の人やからあんまり気を使いすぎるみたいなところは、はい、まあはい、しおんくんはないですね。しおんくんはない、まあはい、あの年が近いっていうのもあるんでそうかそうか、はい、もう少しちょっと上の方だとあの、はい、年上 あのじゃあ例えばそのちょっと左後ろにいらっしゃる。ああ だいぶ、はい、気を使いますさあ、はい、島選手らしいですよ。いやでもそんなにリスペクトされてる感じはしないですけどね、はい、もうちょっとあってもいいかなリスペクトみたいなところあります。そうですね、まあでもまあ安倍ちゃんと比べれば、はい、今のところでも安倍選手はあんまそんな気にしない。島田選手ってことですか。いやだからそのリスペクトされたりとか先輩リスペクトしたりとかそのあたり。リスペクトは別にしなくてもいいですけど、うん、する先輩はちゃんとしてると思います、うん、しない人もいるんですか島田選手はあのちょっとしてないわけではないですけどちょ弱いかなと思います弱いなんか関係性がなんか面白いなという感じですけど水戸選手は今シーズンから背番号が14番になりました、はいはい、これまで14番をつけてた方っていうのはもうやっぱり偉大な方ですけども。そうですね、なんかその14番をつけるっていうのは気持ち的にはいかがですか。いやすごい光栄ですね。ああやっぱあと頑張らないとっていう気持ちがなんか去年より強くなったというか、はい、やらないとなっていう気持ちです、はい、かなり注目も浴びると思いますけども、はい、ちょっと多分楽しみにされているサポーターの方も多いと思いますので、はい、僕も楽しみにしたいと思います。頑張ります。ありがとうございます、はい、さあそして、伊藤亮太郎選手は、もうこれ完全移籍で来たということは相当なんか心なんか気する間あるんじゃないかなと私は思うんですけどいかがですか。そうですね、まあ、プロ7年目にして、うん、まあ、初めての完全移籍なので、まあ、あのこの新潟に来たからには、うん、まあ、自分の期待意味っていうのを、うん、まあ、ピッチで証明できればいいかなと思ってます。まあ、トップ下というか中盤の攻撃的なところには本当たくさんのいい選手がいますから、そこでまずポジションを取ってあのピッチで活躍するっていうのはなかなかここからキャンプからも大事ですね。そうですね、まあ、最初が大事だと思ってますし、まあ、まずはライバル意識もそうですけど、まずそういう選手たちとコミュニケーションを取って、うん、まあ、仲良くなれればなと思ってます。チームの雰囲気いかがですか。そうですね、まあ、明るいっていうのが第一印象なのと、うん、まあ、あと年齢近い選手遠い選手関係なくすごいこうフレンドリーにみんな話してたので、はい、まあ、すぐ打ち込みあのチームに溶け込めるかなと思ってます、
あの島田選手はリスペクトしてください。そうですね、まあ、この感じあんましなくてもいいのかなっていうの間違ってる間違ってるこういうところで徐々にね掴んでいってね、そうですね、関係性を、はい、これ大事ですもんね、チームスポーツですから。いや僕島田選手なんか怖い人なんかなって勝手に思ってましたけど、なんかいい感じですね島田選手。なんかあの若い選手ともいい関係性を築けてるのかなという感じがしたんですけど、いかがですか。いや結構怖い感じでやっていこうと思ってるんですけど個人的にはあ個人的にはそう思ってても、はい、なんかちょっと違うかなっていう。やっぱ阿部ちゃんが壊してきましたその辺いやなんかされがちなんですけど、はい、スポンサーとのいろんなことやってるんですけど、うんうん、意外と近くにいたらそんなこともないのかなって思うのでこういうのは面白いです。なかなか聞けない話ですけども、さあ島田選手また今シーズンも始まるというところですけども、個人的にでもいいですし、そのチーム的にもいいですけども、今シーズンの目標みたいなものってありますか。そうですね、やっぱり今年は何としても、うん、チームとしての目標である J1 昇格っていうところを目指して、うん、本当に、日頃の練習から、うん、常に J1 に行って、でそこで戦うんだっていうことを意識しながら、うん、練習して、で、まあ、結果も出していくっていうところを、うん、まあ、個人的にもそこに貢献したいですし、チームとしてもそこを目指して、チーム一丸となって戦っていけるようにしたいなと思ってます。でもなんか今のお話聞いてても、なんか選手みんなのこの関係性っていうのはなんか非常にいいのかなと僕はそういう感じ受けたんですけど、島田選手いかがですか。そうですね、本当にもともとチームの雰囲気はすごくいいですし、うん、仲がいいんですけど、うん、まあ、逆に言ったらちょっと仲良し恋しになっちゃう部分があるので、はい、そこをやっぱりピッチの上では打破して、うん、厳しい関係を作れるようにすればもっと強くなれるかなとは思います。じゃあその関係性、いい関係性をどんどん築いていく多分中心人物になるであろう、阿部選手にもうそろそろお時間なので、はい、カメラに向かってじゃあ最後にビシッと一言今シーズンのアルビレックスという意味でも一言お願いしていいですか。はい、お願いします。いや立ちます。あ、真ん中で、じゃあ真ん中いけますかね、マイク。あ、いけるかな、うん、じゃあはい、もう阿部選手のもうここはあ、もうマイクいらないと。お願いします。今年こそは上がります。ありがとうございました。ありがとうございます。本間選手どうでした。最高です声ちっちゃいわお前。いや、なかなか楽しい一組になりました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、皆さん面白い、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、ここから、いや、なかなか一組目もなかなか面白かったんじゃないかなという感じがいたしましたけども、さあ、これから二組目に、入っていくんですけども、その前に一応マイクの、消毒をスタッフの皆さんに、していただいて、一応万全を期して、この会を行っておりますので、まずその準備をしてからと、いうことになります。大丈夫ですか。はい、準備ができました。さあ、それでは、2組目いきましょう。この方たちです、どうぞ。マイケル・ジェームズ選手、鈴木浩二選手、渡辺大輝選手、早川文也選手、矢村健選手、長谷川匠選手、そして相模大地選手です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、座っていただいてよろしくお願いいたします。一組目もそうだったんですけど、これ見てる方かなりやっぱり一人でパッて打ってた時かなりこう反応すごくチャットでもしてくれてるんで、まずトークする前に今赤ついてるやつでいいですか。あ、赤のこの今手挙げてる方わかります。マイケル・ジェームズ、はい、わかります。カメラに向かって一言ご挨拶いただいていいですか。お願いします。はい、Looking forward to talking to you today, yeah, and yeah, just want to say, on behalf of all of us, we're gonna J1. はい、じゃあ役お願いします。みんなと短い時間ですか、楽しみましょう。J1 行きましょう。お願いします。ありがとうございます。かっこいいっすね、英語喋れて。かっこいい。ありがとうございます。
また外国の方もねファンになってほしいですしね、たくさんね。じゃあ、鈴木浩二選手お願いします。鈴木浩二です。チームの目標である J1 昇格に向けて全力で頑張ります。お願いします。お願いします。いいです、僕そういう感じも大好きです。大好きです。ありがとうございます。じゃあ、渡辺大輝選手お願いします。渡辺大輝です。と少し緊張してますが、楽しめるように頑張ります。よろしくお願いします。今マイケル選手なんておっしゃいました今。いや誰もいないですいや逆にあれじゃないですか、誰もいないからこそちょっと緊張するみたいなところももしかしたらあったりするかもしれないですよね、渡辺選手。はい、ありがとうございますさあ早川選手お願いします。皆さんこんにちは。今年から18番を背負わせていただきます。チームにしっかりと貢献して責任あるプレーをしていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあそして矢村選手お願いします。こんにちは。今年から28番をつけさせてもらいます矢村健です。よろしくお願いします。お願いします。さあそれでは長谷川拓実選手お願いします。こんにちは、背番号32番長谷川拓実です。今年こそはみんなで J1 行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあそして最後は、高見大輝選手お願いします。ごめんなさい、何を言うてはるんですか。もう多国籍軍ですね多国籍軍ですね、このチームもう全然もう通訳たくさんいりますねお願いします。お願いします終わりかいなあ、もう J1 に行こうっていうことですね、はい、今言いました、はい、心込めて、はい、わかりました。いろんな芸達者、田上選手、このチームはたくさ ん, なんかいろんなキャラクターの人いますね。はい、もういっぱいのキャラクターで、はい、いますね。今わかりやすくほら阿部選手とかもいろいろやってくれたじゃないですか、はい、僕らが知らないだけで実はこの選手も面白いんですよみたいなキャラクターとかいるんですか。実は面白い、うん、大輝とか、まあ、匠とかは、うん、なんかやっぱ似てるみたいな雰囲気で言われてるんで、はい、なんかこの2人でなんかできるかなとは思いますね。似てるというところで、はいはい、コンビを組んで何かできるんじゃないかという、はい、思いますね、はい、もう長谷川選手がかなり首振ってますけどどうですか長谷川選手。絶対ダメです絶対ダメです。なんか似てるは結構耳に入ってきます。似てるぞっていうのは。いや相当入ります。あなんか最近マスクするじゃないですか、はいはいはい、でなんかお店とかで一回冬オフシーズンに長谷川拓実じゃなくて渡辺大輝選手ですかって言われてあ間違えられて、はい、ちょっと悔しかったっす。あでその時ちゃんと言い直したんですか。それはもちろん言い直しますそれはもちろん渡辺大輝選手はその似てるっていうことはよく言われるのは耳に入ってきてます。そうですね、金沢にいた時に食堂のおばちゃんに匠君もいなかったんですけど長谷川君って呼ばれてましたちゃんと言い直しました。違う違う違うって言い直しました。毎回言い直してます。でもだから本人やっぱ本人たちが思ってる以上に周りから見てる人は似てるなっていう感じで見てると思いますよ。あんま納得はいってないですけど納得いってない。渡辺選手もやっぱちょっと納得いってない。まあそうですね、でももうなんか慣れちゃって、はい、でも今シーズンからこのアルビでまた再びプレーしますよって戻るって気も決めた時からまた言われるだろうなっていう感じは相当あったでしょ。はい、もう覚悟してきましたその覚悟もあって今シーズンからまた新潟でプレーするというお気持ちはいかがですか。そうですね、久々に帰ってきて、うん、やっぱりすごい温かいチームだなと思いました。やっぱりちょっとこう離れてみたからこそ分かることも結構あったりとか。はい、もうそうですね、アルビレックス新潟っていうこのチームがこの街に根付いてるというか、うん、はい、そういう感じがしました。いやでもそういう意味では長谷川選手も昨シーズンはまあずっとなかなか怪我でゲーム出れなかったところからゲームに出れたって、その、ね、サッカー選手でプレーするのが仕事ですけど、どんなお気持ちでした、久々にこうゲーム出た時は。まあ、2回目だったんで、うん、この正直またかっていう気持ちは強かったですけど、はい、まあ、でもやっぱ最後試合こうちょっとでも出れてやっぱ楽しかったですし、うん、嬉しかったです
っぱりでも根本的にはサッカーがみんなこう好きでね、そうですね、はい、やってるわけですし、はい、だからその喜びをちょっとまた今シーズンもさらにっていう感じですかね。そうですね、はい、今シーズンは まず怪我なく1年間フルで戦えるように頑張りたいです。はい、さあそして、矢村選手は28番、はい、これは、ご自身がつけるって言ったのか誰かからつけろって言われたのか。昨年自分が入るときに、はい、まあ、28番っていうのは小学校がつけてた番号で、はい、つけたいと思ってたんですけど、はい、まあ、その当時早川文也選手がつけていて、はいはい、まあ、ここは動かないだろうなっていうのは思ってたんですけど、はい、それで今年、まあ、その強化部の方から電話来て背番号の話になった時に最初は39そのままつけようと思ったんですけど、文也君と連絡取ってて、そしたら28番つけぜひつけてくれみたいな感じで言ってくださったので、まあ、つけさせていただこうかなと思ってつけさせていただきました。これは早川選手はどういうお気持ちというか、もうつけろよって感じだったんですか。そうですね、はい、あの普段から練習してても、うん、ものすごく一生懸命取り組んでますし、はいはい、まあ、僕もものすごい28番には思い入れあるんですけど、はい、あの今年あの覚悟を決めて背番号を変えたので、うんうん、その背番号をぜひ矢村につけてほしいなと思いました。ちょっとこれあの矢村選手にとってもこの28番っていうのはちょっとこう気合入るというかありますね。はい、あの新たな意味というか、うん、文也君からいただいたっていうのも重なって、うん、まあ、すごく重みのある番号だとは思うんですけど、はい、それに恥じないようなプレーだったり、うん、新しいそういう形を作っていければなというふうに思います。でこの早川選手はこの冬はなんかいろいろありまして、まず最近誕生日だったんですよね。そうですね、はい、12日においくつになったんですか。28歳になりました。 28、 じゃあもう今シーズンは28つけとった方が良かったんじゃないですか。いやなんであのケーキに28ってろうそくつけるじゃないですか、うんうん、奥さんが28じゃないのになんで28なのって言われていや28歳だからっていう話をしたんですけどもう奥さんはやっぱ28って言えば背番号っていう意識もあってという、はい、そうなんです。だから、ご結婚されたということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここに出られている方結婚式は参加されたんですか。結婚式はあ鈴越選手はいかがでしたか。ご結婚式は最高でした。何が最高でしたか。何が最高でしたか。でも幸せな会でしたし、はい、あの奥さんも文也も2人のこと僕知ってるので、はい、まあ、すごい幸せそうなもう式で、まあ、僕も幸せもらいましたいいですね。あのマイケル選手はいかがでしたか。そうですね、あの社長さんがあの喋ってくれたんですけど、あの千葉さんが話長いってずっと言ってましたえ千葉選手話長かった。そうです、あのその社長の挨拶が長いって、うん、千葉さんずっともう俺に目超えて長い長いみたいな顔してました悪い人っすね。気をつけないといけますね。だってそういう大事な会で挨拶をしていただけるなんて本当にありがたい話ですもんね。いや本当にありがたいですね、はい、ちょっとあと後で言っときますね千葉選手に。お願いします。わかりました、言っときます。高見選手いかがでしたか。いやあの僕も結婚式あの何年か前に挙げたんですけど、はい、あのやっぱり結婚式っていいなっていうふうに改めて思いました。あの何回もしなくていいですけどあのもちろんでもやっぱりなんかそれだけこう幸せな雰囲気が出てたっていうことなんですかね。いやもう幸せオーラ満載でした。あいかがですか早川選手、その結婚して新たに挑む今シーズンという部分では。そうですね、今あのいろんな人からお祝いをいただいたので、うん、その幸せを今度はこう自分がしっかり返していけるように、うん、パワーを全開でいきたいと思います。あのここの資料にいただいているのでは、鈴木浩二選手は早川選手と純粋にとっても仲良し、昨シーズンの東京ヴェルディ戦での鈴木選手のゴールの時には誰よりも早川選手が喜んでいたと書かれてますけども、鈴木浩二選手合ってますか。合ってますそんなやっぱ気が合うんですか2人は。いや最初キャンプの時部屋が隣で、はい、それまでずっと浩二さんちょっと怖い人だなと思って、うん、ずっと距離取って、はい、ちょっと観察してたんですけど、うん、すごくいい人だったです。あ、はい、
どうですか、鈴木浩二選手にとっても早川選手は結構居心地のいい選手というか。そうですね、あの一緒にいてプラスしかないですね。おすごいじゃないですか、一緒にいてプラスしかないってすごくないですか。早川選手これめっちゃ最高の、いや褒め言葉、褒め言葉ですね、はい、嬉しいです、僕も大好きなんで、うん、うわ、はい、僕も大好きです。うわこれちょっと奥さん怒ってますよ、この2人の仲の良さは。ちょっと今シーズンは鈴木浩二選手はなんかちょっとこう目標とかこういうプレー見せたいなみたいなところありますか。そうですね、去年の話になりますけど、はい、やっぱりこう怪我する時期もあってなかなかコンディション上がらない、期間が長かったので、まあ、まずは1年間こう、まあ、シーズン通して戦えるっていうところをまあ目標にしてやっていくのと、やっぱフォワードとしては、まあ、1点でも多く点を決めることでやっぱチームの勝利に貢献したいなっていう気持ちがまあすごい強いです。なるほど。そして、マイケル・ジェームズ選手も早川選手と旅の友なんですか。そうですね、はい、なんか、昨年の夏佐渡に旅行行ったりとか。佐渡行きましたです、はい、結構その早川選手が取り持つ縁というのはこのチームでは多いというか。そうですね、あのフミヤといるとあのお得することいっぱいあるんで。えそれと僕も行きたいですが、どんなお得があるんですか。いやもうまずもうやっぱすごい美味しいご飯が出てくるんです、どこ行っても。えどういうことですか、それどういうことですか。いやなんかあのどっか行くと、うん、知ってくれてる人がいて、あ、はい、あのこれ食べてこれ食べてみたいな感じで。それはいろいろと、はい、マイケル選手お得じゃないですか。お得です。じゃあもうその旅行しててもあなんかで楽しいというか。まあそうですね、あとあのその時はオフだったんですけど、うん、あのすごい真面目なんで、うん、あの朝起きて走ってたんでフミヤ見て、あいや自分もやんないとダメだなって、 それもあってあのまあ、日本っていうすごいあの刺激もらえるし、一緒にいると。だからその辺はあの鈴木浩二選手もおっしゃってたみたいに、そのこう付き合っててもこうプラスしかないみたいなところは。プラスしかないですね。うわすごいな。 あと美味しいコーヒー入れてくれるっていうのもちょっと言ってもらって。それもそれ言わないとダメじゃん。それ忘れてたす。あと豆もくれるんですよ。コーヒー豆も美味しいんですよ。コーヒーにも詳しいんですか。いや詳しくはないですけど好きなんで、あのよく遠征先とかで入れて飲んでもらったりします。じゃあ周りの選手にこう振る舞ったりとか、はいはい、そんな、刺激を受けてるマイケル選手は今シーズンはなんかこういうプレー見せたいなみたいなところあったりします。そうですね、5点取りたいですね。5点。はい、昨シーズン何点でした。ゼロです。あら、じゃあこうセットプレーのところでもかなりこう気合い入れて前に行こうかなという。そうですね、もうちょっといつもよりその攻撃の部分ちょっと入れようかなって考えてます。ちょっとじゃあそのあたりも今シーズンは注目していいという。お願いします。わかりました。で田上選手は今度はまだ早川選手と同学年になるんですか。はい、同い年です。でどうですかこのお二人は仲良し。そうですね、何回かご飯とか行ってますね。仲良しです。仲良しですよ。なんかちょっと変な空気になりましたけど仲良しですよ。はい、はい、でもあのマイケル選手もあの点取りたいとおっしゃってましたけど、田上選手も攻撃のところでは昨シーズンかなりいってたなという印象もあるんですが。そうですね、点は狙ってたんですけど、まあ、マイケル君と同様に0点なんで去年は、うん、まあ、今年はたくさん取りたいなと思います。ちょっとフリーキックも蹴りたいなみたいなところあるんじゃないですか。はい、もちろん、はい、フリーキックからの得点も狙ってるんで、はいはい、まあ、練習あるのみですね。あれフリーキック誰が蹴るとか結構やっぱり練習の時にあのアピールするんですか。俺蹴れるぞみたいな。そうですね、まあ、全体練習の後に、うん、残ってフリーキックの練習して、うん、まあ、僕が試合出てたらですけど、まあ、蹴らせていただくことが多くて、まあ、でも昨年は途中出場とか多かったので、はい、なかなか蹴れなかったので、はい、今年はたくさん蹴れるようにスタメンで出たいですね。一応あの試合中もアピールするんですか。ちょっと俺蹴らせてよみたいなこととか言ったりするんですか。そうですね、まあ、自信のある位置とかだったら、うん、はい、います。でもそこはこういろいろ話し合って、はい、じゃあ俺今回やめとくわみたいなこと。あ、はい、全然、はい、あ、そういう中でじゃあ今シーズンはそのあたりも期待していいという。はい、ぜひ期待してほしいです。で早川選手は今シーズンのこの RBX 新潟、まあ、チームとしてで個人としてもなんか目標みたいなところあったりしますか。
そうですね、よりあの昨シーズンのスタイルを引き継ぎながらももっともっと攻撃的に、そしてもっともっとアグレッシブに、魅力的なサッカーを展開していきたいなと思うので、またチームとしてもまたもう何段階もレベルアップしないといけないと思うので、あのキャンプからしっかりとトレーニングして苦しみ抜きたいと思います。あの鈴木浩二選手はあの攻撃的にというところでフォワードの選手みたいなところも意識もあるでしょうけど、今話聞いてたら後ろの選手も結構点取りたいみたいなことをおっしゃってますね。そうですね、はい、これ楽しみじゃないですか。まあいろんな選手が点決めれた方が相手も、うん、まあ誰ついていいか分かんなかったりすると思うし、うん、まあ、そしたら僕もフリーになる可能性も高まるので、はい、そっちが助かります。いろんな人が攻撃に出た方が自分もフリーになりやすい。そうですね、ペナルティーエリア内とかやっぱこうゴール前にたくさん入っていった方がもう相手も嫌だと思うので、うん、はい、まあ、それはまあすごいすごいです伝わってます。すごいすごいですわ、伝わってます、大丈夫です。どうですか山村選手、あのチームも攻撃的にいこうというような、なんかスローガン掲げてますけども、そのあたり攻撃陣としてはいかがですか。去年、リーグ戦3得点という、まあ、自分の中では納得いってない数字なので、はい、まあ、そこをもっと上げれるよう、まあ、他のポジションの人もやっぱ点取ることで、うん、チームとしても、はい、なんて言うんだろう、攻撃力だったりとか、やっぱ勝ち拾えない勝ち点っていうのも拾えていくと思うんで、はい、そういうところでは、まあ、いろんな人が取れた方が勝ちにもつながるんじゃないかなっていうふうに考えてます。でもこれ点取るためにやっぱこれサイドの選手、渡辺選手も長谷川選手のこのクロスの見せ所になるんじゃないですか。渡辺選手、そうですね、あのクロスはあの自分の持ち味だとも思ってるんで、うん、チャンスあればどんどん上げたいなと思います。そのあたり長谷川選手もなんか楽しみじゃないですか。そうですね、はい、まあ、去年ちょっとしか出れてなかったんですけどアシストできなかったんで、まあ、今年はいっぱいしたいです、はい、そのあたりのちょっと攻撃的なところも楽しみにしたいと思いますが、じゃあ最後に早川選手、あのカメラに向かってあの見てる方に今シーズン新潟やりますせみたいなところをちょっと、お話しいただいていいですか。はい、大丈夫です。はい、お願いします。いやマイク使っていいのに使わないパターンになってる。お願いします。阿部選手よりも声大きい阿部選手より全然声大きかったよ。うん、袖から声聞こえてるから。いや本当にあのなんかすごく気持ちの伝わる、言葉も聞きました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。早川選手なんか声大きかったな。阿部選手なんか声大きい言っていろいろ聞いてたけどねえいや面白かったですね。最高ですね。最高ですね。トークコーナーゲストとして今回も平畑啓司さんお越しいただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。本来はここ1500席ほど、はい、立派なねホールで客席がある中なんですけれども、うん、お客さんがいないサポーターがいないっていう中でも、はい、ぶっ飛ばしてくれる選手多いのは楽しいですね。楽しいですし、ちょっとあの後で控室帰ってちょっとチャット見てみて、そうですね、皆さんのちょっとコメントも見てみたいなと。私今スマホ失礼いたします、はい、6400人を超える方が今ね、ありがとうございます、見てくださっております、はい、スーパーチャットも本当にたくさんありがとうございます。いや、ありがとうございます。平畑さん、はい、一旦ちょっと休憩タイム入りまして、わかりました、再び、はい、もう2組、うん、残っておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ後ほどよろしくお願いいたします、はい、平畑啓司さんに今回もゲストに登場していただいております。後ほどこの後もぜひ楽しみに待っていてください。さあ再びここからはですね、私立石が失礼をいたします。さあこの時間は2022オフィシャルスーツをご紹介をさせていただきます。それではオフィシャルスーツを身にまとった選手に登場してもらいましょう。はい、アルビレックス新潟オフィシャルスーツを着用しました早川文也選手、そして島田譲選手に登場していただきました。よろしくお願いいたします。
さあ、このクラブの公式スーツですが、今年も長岡市にあります堺商事株式会社様よりサプライをいただきます。2022年のアルビレックス新潟オフィシャルスーツはこのカチッとした本格スタイルです。通気性と素材感のあるメランジ調の生地にペンシルストライプ柄が着用時のシルエットをよりよく見せます。もちろんストレッチ性のある糸を使用しておりますので着心地は抜群です。さあ、お二方ボタンを外してもらってジャケットアクションを少しお願いしたいんですが、裏地が皆様に見えるように、裏地はですねアルビカラーにアルビレックスのロゴを散りばめたオリジナルの裏地、シチュエーションに合わせて出し入れが可能な胸ポケットチーフ、またアルビレックスが刻印されたオリジナルのボタンが採用されております。随所にアルビレックスを感じることができます。普段使いもビジネススーツとしても着られる完全オリジナルスーツ、高級感と着心地の良さを保証いたします。この2022年のオフィシャルスーツをご紹介させていただきました。ピシッと決めたモデルを担当してくれました早川文也選手、島田譲選手、どうもありがとうございました。続きまして2022シーズンユニフォームの紹介です。さあ、3人の選手に登場していただきました。まずオレンジのファーストユニフォームは水戸俊介選手です。続いて真ん中はセカンドユニフォーム小見陽太選手、またゴールキーパーのファーストユニフォームは阿部光人選手、以上の3人に登場していただきました。さあ、それではクラブに絶大なご支援をいただいておりますユニフォームパートナーをご紹介させていただきます。胸は亀田製菓株式会社様。さあ、3人くるっと背中を向けて後ろ向きでありがとうございます。背中は株式会社コメリ様、また背中裾は株式会社新潟日報社様。さあ、再び前を向いてください。ありがとうございます。襟周りの左には殿下株式会社様、襟周りの右側には NSG グループ様、そして右に90度、私の方向いてください。ありがとうございます。左袖にはナミックス株式会社様。さあ、再び正面にお願いします。そしてパンツにはネクストミーツ株式会社様。この今ご紹介させていただきました以上の7社様とアディダスジャパン様よりサポートをいただきます。2022シーズンの新ユニフォームはフィールドプレーヤーはファースト、セカンドともにシンプルなピンストライプを採用、またゴールキーパーモデルは伸縮性のあるパネルを大胆にあしらったデザインになりました。これを着て躍動する選手たちの姿が楽しみな新ユニフォーム、ホームの開幕までにお届けする二次予約販売ですが、1月の19日水曜日の夕方6時から1月30日日曜日までの受付予定となっております。来週1月19日18時から1月30日までの二次予約販売となりますので、ぜひ公式サイトでチェックをしてください。亀田製菓様をはじめユニフォームパートナー、オフィシャルパートナー、さらに150社を超えるパートナーとともに今シーズンも戦ってまいりましょう。さあ、それではですね、ファーストユニフォームを着てくれています水戸選手、マイクを手に持っていただきまして、まずはこの新しいユニフォームデザインはどんな印象ですか？いや、すごいシンプルでかっこいいなって思います。選手たちにはやっぱり着心地も大事だと思いますけど、そのあたりはどうです？そうですね、やっぱなんだろう、すごい、高校の時よりやっぱプロのユニフォームってかっこいいし、はい、なんかすごい着やすいというか、はい、いいなと思います。これ街で応援行く方も来てくれたら嬉しいですね。いや、すごい嬉しいですね、はいはい、ユニフォーム着るとやっぱり気持ち入りますか？だいぶ違います、はいはい、期待しております2022シーズン、はい、ということで水戸選手にお話を伺いました。水戸選手、小見選手、そして阿部選手、3人にモデルとなっていただきました。選手の皆さん、どうもありがとうございました。
以上、2022シーズン新ユニフォームの紹介をさせていただきました。さあ、それでは再び選手トークに戻りたいと思います。今回の激励会、ゲストはもちろんおなじみの平畑啓司さんです。平ちゃんに再びご登場いただきます。よろしくお願いします。はい、再びじゃあよろしくお願いいたします。ちょっと前半戦かなり面白かったんで、でも後半戦もかなり期待できるメンバーが揃っておりますので、じゃあ早速、3組目の、メンバーを紹介していきましょう。さあ、まず先頭は、谷口海人選手、高高弘選手、一平篠塚選手、星雄二選手、藤原宗也選手、島福和義選手、そして吉田仁平選手です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、あの皆さん座ってください。ありがとうございます。お話を伺っていく前に、まずは、この YouTube 配信を、ご覧いただいている皆さんに、一言ご挨拶いただきたいというところで、谷口選手から、ちょっとカメラの方手を挙げていただいていいですか。あのカメラに向かって、一言ご挨拶、じゃあ谷口選手よろしくお願いします。はい、背番号7番谷口海人です。よろしくお願いします。お願いします。もう一言お願いします。頑張ります。お願いします。もう一つお願いします。全力で頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ高高弘選手お願いします。はい、背番号8番高高弘です。楽しんでください。お願いします。これあのカメラに向かって挨拶するってちょっと難しいですよね。だいぶ難しいです。結構ね、まあ、次しっかりやってください。わかりました。どんな振りやねん。じゃあ一平篠塚選手お願いします。背番号17番一平篠塚です。楽しんでもらえるように話します。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ星選手もお願いします。はい、背番号19の星二です。全力で頑張ります。そうなの。いや、わかります。難しい難しい。これはでも一応ほら見てる方、あの本当にあの一人でバーンって映った時本当にあの嬉しいとか喜ばれてるので、あのぜひ顔も映してほしいし、あの皆さん一言よろしくお願いします。じゃあ藤原選手もお願いします。藤原宗也です。今年も25番のグッズをいっぱい買ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、そして、島福和義選手お願いします。お願いします。29番島福和義です。チームに貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。島福選手何か怯えてますか。大丈夫ですか。あ、緊張します。緊張します。一発芸できるらしいです。え、一発芸、一発芸、一発芸できるらしいです。あるの。ま、え、ま、だって、まあ、特別指定で去年プレーしてるとはいえまだ入ったばかりじゃないですか。ある。あるらしいです。え、あります。島奥選手一発芸なんて。はい、あります。あるの。あるの。じゃあお願いしていいですか。お願いします。じゃあ、はい、じゃあセンターで、うん、いいですよ。今日時間あるしゆっくり行こう、うん、お願いします。いいですよ。一発芸いきます。自己紹介。右よし左よし俺和よし。もう一個いいですか。もうちょっと悔しいです。おかわりおかわりおかわり行く。ちょっと盛り上がんなかったんで。いや、多分あの声が聞こえないだけで配信されてる先はわー受けてると思うけど、もうおかわり行っとこうか。おかわり行きましょうか。おかわりお願いします。ちょっと悔しかったんでもう一回行きます。はい、はい、くそ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 田植え。ありがとうございます。コウ選手、自分が振ったらちゃんと処理してくださいよ。そういう時はすごい面白かったです。いや、すごい。でもいろいろ持ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。島奥選手、ありがとうございます。さあ、そして、いや、すげえいいっす。そのいいっす。服装最高っす。吉田仁平選手、じゃあ、 あのカメラに向かってご挨拶お願いします。皆さん、はじめまして。背番号47番吉田仁平です。今年は全員で J1 上がりましょう。ありがとうございます。そら、あの一発芸の後言いにくやりにくいですわね。そうですね、めちゃめちゃやりにくかったです。でも僕、ちょっと今日はシーズン中に着るスーツですか、あれ、サイズみたいな。
皆さんね、選手されてて、そこに一人あの学ラン着て入っていく人がいたので、誰かなと思ったら吉田選手。そうですね、みんなスーツ着てる中自分だけ学ランなんでちょっと恥ずかしいですまだでも高校生ですもんね。そうですね、まだ卒業してないです。もうでもどうですか、高校サッカー終わったばっかりですけども、なんか気分的にはもう俺もプロなんだなみたいな気持ちにはなってきました。まあ選手権終わった時からまあ切り替えっていうのはできてるんで、まあ全然、まあこれからプロをやっていくにつれての準備っていうのはできてます。もともと新潟の方なんですよね。そうですね。どうですか、新潟に帰ってきてアルビレックスでプレーするっていうのはお気持ちはいかがですか。やっぱり新潟に帰ってきて、まあ、懐かしいっていう感じと、まあ小さい頃からアルビの試合にはまあ行ってるんで、まあこれからできるってことでめちゃめちゃ楽しみです。もうだって学ラン切れるのももうあと少しですもんね。そうですね。ねえ、谷口選手は高校の時学ランでした。はい、あ、学ランでした。はい、なんか懐かしいというか。いや真面目っすね、上までちゃんとボタンして、はい、そらするでしょう。いや自分たちの時ちょっと外してカッコつけるっていうのがあったんで。わかります、わかります、わかります。単乱にするとかなんかあるじゃないですか多分谷口選手は、はい、何年生まれですか。僕95年生まれです。95年でいうと、はい、平成7年。平成7年、はい、何年生まれ。平成生まれです。平成何年生まれですか。平成15年ですね。平成15年ですよ。いやまあまあっすよ、はい、すごい。いや本当にちょっとこれね、いただいてる資料によるとね、吉田選手特技は歌って書いてあるんですよ。いや僕知らないですよ、ここ新潟の方からいただいた資料で。いや知らない。いや書いてるんですよ、かなりの美声の持ち主って書いてますけど。そうなんですか。まあちょっとは自信あります。おー、聞きましょう。これは聞きたいですね。なんかお気に入りの歌とかちょっと一節だけでもいいんで、なんかちょっとだけ聞かせていただいていいですか。大丈夫です。あ、お願いします。何を歌いますか。海の声で。あ、はい、お願いします。じゃあお願いします。もうちょっとでいいですよ。はい海の声が知りたくて、君の声を探してる。うまいじゃないですか。選手緊張で。ありがとうございます、ありがとうございます。だっていきなりここで歌ってくれって言って歌ってくれるんですよ。いや素晴らしいですね。じゃあ谷口選手も歌っていただいていいですか、はい、空の声が聞きたくて顔顔顔入っちゃった。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いや、いいですね面白い。島奥選手は昨シーズンはね、特別指定でプレーもされてますし、はい、今シーズンからプロというちょっと待っておもろすぎる谷口選手、おもろすぎる。持ってちゃいます。いや、純平の番なんで、すみません。いや、面白かった。すみません、すみません。いや、面白い。純平の番なんで。大丈夫です。島久選手、すみません。すみません、今シーズンからプロでプレーするということですけども、なんかお気持ちはいかがですか。やっぱり、まあ、すごい楽しみであるのと、やっぱり、うん、緊張します。楽しみます、はい、でも楽しみもありますし、あと僕は11月ぐらいかな、アルビのイベントで来た時にちょっとお話しさせていただいたんですけども、クリームパンが大好きということで。あ、そうです、はい、今でもクリームパン探しは、はい、クリームパンを探してるんですか。美味しい。あ、探します、全力で。もう見てる方も覚えててくださいね一発芸をしてるだけじゃないですよ、クリームパンも探してるんですよね、はい、大好きなんですよね。大好きです。もうなんなら3食クリームパンでも大丈夫ですか。いや、ちょっと厳しい。3食はちょっと。3食はきつい、はい、またでもこれから今シーズンもじゃあ新潟で美味しいクリームパン探しが結構やりそうですか。そうですね、まあ、美味しいところがあったらちょっと教えてもらってぜひ行ってみたいと思います。ぜひ皆さん教えてあげていただきたいですし、今年はどんなプレーを見せたいですか。まあ、自分はドリブルが得意なので、うん、ドリブルをちょっと見せたいなって思ってます。ちょっと楽しみにしたいと思います。さあ、そして、一平篠塚選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、
ロシアでの生活とかプレーの経験もあると思いますが、新潟の寒さいかがですか？まあ、12月もロシア帰ってたんですけど、まあ、マイナス20だったんで、まあ、新潟は寒くはないです、まあ、けど雪はすごい強くて風があるなっていう風が、まあ、今日はちょっとあの新潟市内は暖かい方だと思うんですけど、でも結構 2,3 日前とか雪も降ったりしたんですけど、一平篠塚選手にとってはこれぐらいは、まあ、寒くはないです。その雪とあの、まあ、吹雪みたいな日が1日あったんで、それはすごいなって、雪が舞ってて風で、はい、でもやっぱりそうやって マイナス20度、そうですね、22度くらいまでなってましたね。普通に歩けるんですか、こう外を？あ、全然行けるけど、まあ長時間はもちろんいられないですけど、やっぱりちょっと危ないというか、それぐらい冷えると危なくはないけど、もう普通に寒いからもう中入るそら寒いですよね。普通に寒いんで。今シーズンは新潟でプレーすることになりましたけども、どういうプレーを見せようっていうのありますか？まあ、あの前線での、まあ、チャンスメイクとかドリブルクロス、まあ、シュートだったりとか、うん、まあ、自分の持ち味だと思ってるので、はい、まあ、そこで、まあ、チームの、まあ、攻撃、自分の持ってるもので、まあ、活性化できたらいいかなと思います。ちょっとそのあたりも、楽しみにしたいと思います。さあ、そして、私が、いただいてます新潟の方からいただいた資料によりますと、谷口&甲&星&藤原仲良し軍団って書いてますけども、星選手いかがですか？まあ、チーム特進でやらせてもらってます。チーム特進、ここには通称軍団星って書いてますけど、まあ、それは誰かがつけたみたいなんですけど、はい、自分たちで名乗ってるわけではないけども、じゃなくて周りがちょっと言い始めて、うん、僕最年長なんで、うん、なんか名前がついちゃいました。あ、じゃあ軍団星、軍団星っていう言い方でいいですか？スター軍団にします。軍団星が意外としっくりきてる。軍団星、はい、軍団星はどういう活動をするんですか？まあ、基本的にメッシーぐらいじゃないです か、一緒にご飯食べに行って、はい、とか、まあ、本当にシーズンオフ入ってゴルフ行ったりとか、あ、本当それぐらいですけど、やっぱ一番、まあ、よく集まって、はい、メッシとかは行ってます。一番お兄ちゃんがじゃあ欲しい選手になるってことですか？まあ、けどチームその4人の LINE の名前は同期会なんですけど、はい、え、 LINE 名が同期会です。同期会、はい、結構普通ですね。なんかヤンが一番下なんですけど、うん、まあ、なんか同期会っていう名前でチーム LINE ができて、うん、まあ、なんか同い年みたいな感じです。あ、はい、甲選手は、あ、甲選手が一番仕切ってる。え、甲選手別に年上ではないですよね、そこの軍団では。僕が一番下ですね。でもやっぱそのプレーと一緒でそのあたり もう仕切っちゃう。はい、まあ、この4人は年齢関係ないかなありません、ね、この4人は年齢関係ない。それぐらいこう仲良しというか心割って。そうですね、僕とユージ君は6個違うんですけど、まあほぼ一緒みたいな感じなんでまああんま変わんないですね。いいですか、はい、星選手はそれでいいんですか？まあそれぐらいの関係の方が、はい、いいと思います。あまり気使われない。俺はそんな気にしないんで、はい、この軍団の中で藤原選手はどういう役割なんですか？藤原選手、まあついていくだけって感じですね基本はまあヤンが、うん、まあ、どっか行こうとか提案して、はあ、それについていくって感じですかね。あ、はい、もうそのあたりはじゃあ甲選手がじゃあ今度ここご飯食べに行こうよみたいな感じで仕切るんですか？基本全部自分が握ってますね。すげえな。そうですね、で一番下なんで、まあ、いっぱいご馳走してもらってます自分が連れて、あの場所だけ決めてご飯はそうですね、お金出してもらう、はい、いいじゃないですか。一番いい立場、一番いい、はい、じゃちょっと高めのとこもあえて設定しておいて。そうですね、その中で谷口選手はどういう役割なんですか？まあ一番下ですか一番、はい、いじられたりして末っ子一番、はい、タイプ。そうですね、お迎えも行きますし、はい、あれなんかで見たぞ、甲選手車雪道はちょっとやっぱ運転したくない。そうですね、今ちょっと車ないんで、うん、まあ今毎日海斗くんに迎えに来てもらって帰りも送ってもらってます谷口選手が今、はい、甲選手の運転手今、はい、足って言われてます。
みんなめんどくさいわもうお前勝手に行けよって言えばいいじゃないですか。何時ってちゃんと何時何分っていうのをちゃんと区切って決めてます。え、あの時間通り来るんですか。しっかり来てくれます。なんなら時間より早く来てくれます。時間ちょっと早めに下で待ってるって、はい、連絡してます。優しいな。もうでもちょっと待ってる間もちょっとあ今日は早めにつけてよかったみたいな。そうですね、ちょっと暖房で温めてあげてシートも温めてあげて。あれ今日僕が送ったんですけど、うん、練習場まで、うん、今日俺普通に着いたらヤンいなくて、で電話したらなんかめっちゃ起きてる風な感じで電話してきたんですけど、普通にめっちゃ寝てて寝坊してきました。こいつ今日電話の時間に起きたらしいです。こいつ今日それダメじゃないですか。そうですね、今日ちょっと宗谷君に送ってもらってちょっと気抜けてましたね。なんで運転手変えるんですか。なんか海人君がちょっとなんか用事あるらしくてで宗谷君に頼んだんですけど。いや僕あの昨シーズン見てても谷口選手ちょっとあの甲選手を聞きたいんですけど、なんかすごいチーム あの他の選手に愛されてるなっていうか、ゴール決めた後とかもすごいんじゃないですか。そうですね。どうですかこの谷口選手のキャラクター。いやまあすごい愛されてますし、うん、まあ普段からピッチ外でもいっぱいみんなにいじられるんで、うん、いやもうやめてくださいよみたいに言ってますけど、うん、もうめっちゃ美味しいと思ってるんで喜んでる。喜んでます、めちゃくちゃ喜んでます。そういう意味では今シーズンも甲選手からのパスで谷口選手が決めるみたいな形もちょっといくつか見せたいんじゃないですか。そうですね、頑張ります。そのあたりもちょっと期待して、はい、その後のゴール後のちょっと喜びようも見たいですね。そうですね、この4人で集まります。あ、そうですか。星選手もやっぱりこう谷口選手が決めるとやっぱりこう盛り上がるというか、そういうところあります。まあ、チームの士気は上がりますし、なんか何笑ってるんですか。本当ですか。そうですね、はい。いや、その例えばゴール決めた後ご飯食べに行ったらよく決めたなみたいなこととかやっぱり言ったりするんですか。まあそうですね、試合の後とかよく行ったりするんでご飯に。決めた日はおごってもらいます。あ、いや決めた日は谷口選手がおごるの。そうです。逆じゃないですか。谷口選手よくやったな、お飯食え食え好きなの。あげられてあげられて気持ちよくなって、ああいいよみたいな感じです、はい、だんだんもうゴール取るの嫌になってくるんじゃないですか。お金なくなるから。そうもないですか。まあ気持ちよくしてもらえるんで、はい、まあいいかなって感じです。うわ、すごい、はい、いろんなフォワードいてますけど、星選手は今シーズンはこういうプレー見せたいなってところありますか。そうですね、まあ、やっぱりチームとしての目標があるので、うん、まあ、まずは自分のまあ、プレーというかしっかりと、まあ、自分の色を出して、はい、その中でチームに貢献できるようにやりたいと思います。藤原選手はいかがですか。今シーズンはちょっとこういうプレー見せたいな、こういうことやりたいなみたいなのがありますか。いや、まあ、去年その結果としてそのアシストが2しかつかなかったんで、うんうん、今年はそういう結果にこだわって一試合一試合していきたいなと思います。もうあの藤原選手はもうなんか知らん間にそこにいてるのみたいなところに上がっていったりするじゃないですか、はい、もう あのあたりはもう試合しながら あのスペース空くなみたいなところはもう狙ってるんですか。もともといろんなポジションやってきたんで、なんかその時の感覚とかもあるかもしれないです。なんかこう相手から掴まれられずにうまく上がっていってフリーになって今ボール来いよみたいな時とかもうちょっとウキウキしてるんじゃないですか。まあ、なるべくっていうか存在感が多分ないから相手にバレないっていうのもあるかもしれないです若干これでも、まあ、存在感はあった方がいいかもしれないですけど、バレないとか相手に見つからないというのは結構大事ですもんね。そうですね、バレないでなんでそこにいんのみたいな、うん、で点取れればいいんですけど、まあ、去年は取れなかったっていうんで、ちょっと今シーズンそのあたりは得点までつなげたい。はい、甲選手もあのパス出す方ですから、あれ藤原選手はそこもうそこにいてるのみたいな時とかないですか。まあ、ありますけどちょっと存在感なさすぎて見えない時もあります。もうちょっと上がってるのをオーバーラップとかインナーラップとかで上がってるのをもうちょっと分かりやすくしてくれと、味方にとっては。そうですね、ちょっと声とか出してほしいです。そうですよね、さっきからちょっと声小さめ。結構シャイなんで、ああ普段試合中とか声出さないですよ。全然何言ってるか分かんないんで、ちょっと呼ぶ声ぐらいは
出してほしいですね。今ちょっとやってもらってもちょっと意思疎通がね大事ですもんね。コウ選手多分めちゃめちゃ面白い人やと僕は今日分かりました。で谷口選手は昨シーズン、もう13ゴール、はい、ご自身としては13ゴールという結果はいかがですか。まあそうですね、本当にありがたいというか、うん、まあ、チームとして取らせてもらったなっていうのはあるんで、うん、まあでもまだまだ決めるチャンスだったり、まあ、決めないといけなかったかなっていうのはあります、うん、今シーズンの目標とかあります。まあ去年の記録を抜くっていうのはまず目標としてやっていきたいですね、うん、はい、なるほど。でもチームとしてもさらに上を目指してという、はい、そうですね、ところというところで、じゃあこのメンバーもうそろそろお時間というところですが、じゃあここはあの谷口選手にあの一言あのカメラに向かって、まあ、個人でもいいですし、はい、チームでもいいですけども今シーズンこうしますよっていうのを一言いただきたいんですけど、あのいいですよ、やらなくていいんですけど、はい、一組目は阿部選手、二組目は早川選手があのやらなくていいんですけど、なぜかマイクを使わずにセンターに立って大きな声で叫んでましたけど、谷口選手は別にいいですけど、はい、じゃあ一言いただいていいですか、はい、いいですか、はい。すいません、なんかそんな流れになっちゃったんで、谷口選手お願いします。おいしいと思ってます。あ、喜んでる、はい、あ、よかったよかった。今年一年も頑張るぞ。ほら、シャッターの音聞こえた、今シャッターの音聞こえた、やっこやっこやっこ、めっちゃ、じゃあ、ちょっとあっち向けにもちょっと一発お願いしていいですか。どうする、明日の一面あれやったら聞いてたのかよ。いやでも本当にあの楽しいお話ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや谷口選手予想通り楽しい方でありがとうございます。ありがとうございます。またお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。律儀なのよ、面白いんですけど律儀っていう、そういうところがいいですね。いや本当にありがとうございました。じゃあ、これから4組目ということになりますが、ここでも、またちょっと消毒、一応マイクさせていただきまして、万全を期して、4組目を迎えるということで、これでもう最後ですね。早いですね、もうラストということになりますが、また、濃いメンバーがまだ残っておりますので準備できましたね。さあそれでは、最後4組目のメンバーを紹介していきましょう。さあまず最初、秋山博樹選手、松田栄太郎選手、小見陽太選手、遠藤亮選手、堀米雄斗選手、高木義明選手、そして千葉和彦選手です。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さんお座りください。ありがとうございます。さあ、これでラストと、いうことになりますが、皆さんとお話ししていくんですけども、その前に、今日は配信ということで YouTube でご覧いただいているということで、ちょっとカメラさん手を挙げていただいていいですか。あの今手を挙げている、カメラに向かって、一言ご挨拶いただきたいと思います。さあそれでは秋山選手からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今シーズン、チームとしても個人としても、大事なシーズンになるので、より覚悟を持って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあそれでは、松田栄太郎選手もお願いいたします。皆さんこんにちは、横浜 F マリノスから来ました松田栄太郎です。 J1 昇格に向かって自分の持っているものを全て出して頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。さあ続きましては小見陽太選手お願いいたします。皆さんこんにちは、背番号23番フォワードの小見陽太です。今日はよろしくお願いします。お願いします。さあそして遠藤亮選手もお願いします。はい、皆さんこんにちは、遠藤亮です。 J1 昇格達成できるように共に戦っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さあ堀米雄斗選手お願いします。はい、こんにちは、背番号31堀米雄斗です。新潟6年目になります。よろしくお願いします。お願いします。高木義明選手です。お願いします。お願いします。背番号33番高木義明です。新潟のために戦います。よろしくお願いします。お願いします。さあそして最後は、千葉和彦選手です。お願いします。はい、まずは平畑さん明けましておめでとうございます。あ、これどうも。あの事務所の先輩なのですみません、ご挨拶を申し遅れました。でサポーターの皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。もう千葉選手がもうやっぱもう出てきたら明るくなるし、あの
もう最初の時でもなんかやってましたね。あれ最初出てきた時なんかテープなんか貼ってましたね。はい、ちょっとでもセロハンテープがなかったので、うん、透明感がなかったちょっと分かりづらかったかもしれませんけど、ちょっと仕込み不足でした。すいません。ちょっとこういうこのイベントに参加されてきた方にとってはちょっと千葉選手どうですか、お客さんがいないっていうちょっとこういつもと違和感が。そうですね、ちょっとリアクションがねやっぱお客さんのない分、っていうところありますけど、まあこういうね、うん、ご時世なんで難しい部分はあると思いますけども、うん、まあ YouTube 越しですけどもね、皆さんが飽きないように、はいはい、トークしていきたいと思いますんで、はい、お願いします。ちょっとどうですか高木選手も、ちょっと雰囲気いつもとね違いますけど。そうですね、寂しいですね。寂しいですねやっぱりね、はい、でもこのやっぱイベント、このイベントはやっぱりシーズン前によっしゃ今シーズン始まるぞみたいな感じでやっぱ高木選手あるでしょ。そうですね、僕1年目来た時その人の多さにすごく驚いたのを思い出しました。はい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 。だけど今日無観客で寂しいですけど、うん、まあ盛り上げていきます。やっぱあの熱気がね本当すごいですもんね。すごいですね新潟はね。堀米選手もちょっと寂しいですかね。そうですね、やっぱりリアクションないと、うん、大声張り上げてた人たちはちょっとかわいそうに見えましたけどまあねこの中から誰かがまた4グループ目もやると思うんで、うん、はい、そこにいる人たちちょっと今緊張してますね。ハードル上がってるんで誰がやるか。誰4組目は、まあ、ちょっと喋りながら堀米選手からの推薦も伺いながら、ね、ちょっとやっていこうかなという感じがしておりますが、秋山選手にとっては、まあ、お帰りなさいという感じですけども、昨シーズンは鹿児島でプレーされてまして、僕は勝手にボランチのイメージもあるんですけど、トップ下もでもプレーされてまして、トップ下のプレーも面白かったですね見ててと僕は思うんですけど、いかがですか。まあ攻撃が大好きなんで、うん、まあより、ゴールに近いポジションで、プレーすることによって、まあ、自分の、良さも、出せてたので、うん、はい、まあ、今年はもちろん、ボランチもトップ下も両方できるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。今シーズンはやっぱりまた新潟に帰ってきてというのは、まあ、期する思いというのも相当強いんじゃないですか。そうですね、まあ、新潟で本当にプロをこうスタートしたので、うん、まあ自分が入った時から、今ずっと J2 のままなんで、うん、まあ、早くやっぱり J1 の舞台に、アルビレックス新潟っていうチームを、まあ、生かしたいですし、うん、まあ、個人としても本当に、今年は本当にさっきも言ったんですけど覚悟を持ってやらなきゃいけないシーズンなので、うん、まあ、もうキャンプから、頑張っていきたいなというふうに思ってます。多分その沼津でもプレーされてましたし、鹿児島でもプレーされてましたし、そこの応援された方も多分すごく注目したりしてると思いますよ。そうですね、うん、まあ沼津の時も鹿児島の時も、まあ、数字のところは、ちょっと残したと思うので、うん、まあ、それを新潟で、まだ点も、アシストもアシストはしたんですけど点はまだ決めてないので、うん、まあ、ゴールのところで、チームに貢献したいなというふうに思ってます。いや、ちょっと楽しみにしたいです。そして松田選手は今シーズンは新潟でプレーするということですけども、新潟ここまで周りの選手とかと関わってみていかがですか、選手の雰囲気は。そうですね、まだ来てそんな時間も経ってないんですけど、うん、まあ、はい、結構早めに仲良くなれた選手とかも、うん、若い選手が多くてすごい、はい、チームに馴染みやすい環境ではあります、うん、いや、もうサイドでのもう本当に松田選手のプレーというのはもう見ていても楽しいんですけども、やっぱ自分のプレーでこう観客がわーって湧いた時ってやっぱりプレーしてても嬉しいんじゃないですか。そうですね、やっぱ自分のプレーとかで拍手をもらったりするのはすごい自分の中で嬉しいですし、うん、まあ、そういう拍手をもらうことによってどんどん自分の調子も上がっていくので、はい、まあ、それで新潟のスタジアムで早く皆さんの拍手をもらってプレーするのは楽しみです。ちょっと声を出せるというのはいつのことになるかなという感じですけども、ちょっと拍手だけでもねわーっとこう湧いていただけるとね、また松田選手もさらにプレーに、磨きがかかるということで、まあ、そのあたりのやっぱサイドでの突破みたいなところを見ていただきたいですか。そうですね、まあ、ドリブルだったりスピードを生かしたプレーと、まあ、縦への推進力がまあ自分の武器だと思っているので、うん、そういうところを見ていただいたら嬉しいです。わかりました。小見選手にもお話を伺いたいんですけど、ちょっと待っててもらっていいですか。はい、待ってます。小見選手もすっごく楽しみなんでちょっと待ってていただいていいですか。はい、ありがとうございます。笑った顔めっちゃ可愛いですね。よく言われますありがとうございます。さっきでもちょっとユニフォーム着てる時はね緊張されてました。まあちょっとこういう機会っていうのが結構久しぶりだったのであんまりないですもんね。そうですね。でも今の笑顔はすごい可愛い感じでしたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。写真撮影とかで結構笑顔を作るのは苦手なんですけど、はい、まあ、こういうところではちょっと、はい、
可愛い笑顔が出せました。いいですね、ありがとうございます。ちょっと待っててください、はい、遠藤選手、はい、昨シーズンはあのビッグスワンでようやくデビューできましたけども、いかがでしたか？そうですね、やっぱりホームでたくさんのサポーターの皆さんの前でデビューできたことがすごい嬉しかったです、はい。まあ、昨シーズンは時間は本当少しでしたけども、やっぱりその一歩踏み出したっていうのもやっぱ大きかったんじゃないですか？まあそうですね、出るか出ないかで言ったらまあだいぶ違うと思うんで、うん、すごい出れていい経験になりました、はい。トン横浜大学で、僕そのデビューされた日が橘田選手、川崎フロンターレの橘田選手とちょっとお話しする機会があって、この前遠藤選手と会いましたみたいな話をしたんですよ、はい。じゃあ、あ、もう今日ゲーム出てましたよってちゃんとそこチェックされてましたよ。本当ですか？はい、それは嬉しいですね、本当に。いや、僕が教えられたんですよ。あ、今日試合出てましたよって教えられたんですよ。本当ですか？でもやっぱりもうフロンターレで出てるんで、うん、まあ自分もすごいゲーム見てて、橘田選手のゲーム見てて、まあすごいなって思う部分もありつつ、すごい悔しい部分もあったんで、うん、あ、はい、まあ今年こそは自分もしっかり出て、まあ、活躍をもっと見てもらえればなと思います。でもそうやって同じ大学でサッカーしてたこう仲間から刺激もらえるっていうのは大事ですね。そうですね、大事ですね。本当に4年間やってきた同期なんで、うん、本当にこれからも刺激をお互い与えられ続ければなと思います。はい。で、堀米選手なんですけども、昨年はスケボーとかも忙しかったですね。そうですね、サッカー以外の部分でかなり忙しかったですけど、ちょっとまあ本職に力入れて今年はやりたいなと思ってます。あ、SNS やっぱすごかったんですか？いや、あの時はすごかったですね。本当に倍増しました、1万2000人ぐらい増えて、徐々にこう減ってきたんで、またもう一回頑張ろうかなと、はい、バレちゃいました。そうなんですよね、バレてるし、ちょっとあれ、あいつ全然つぶやかねえなみたいな、多分本当に目に見えてこの年末年始減ってきたんで、はい、またちょっと年明けから頑張り始めてるんですけど、はい、はい、いや、でもしっかり本職でね、やりたいと思います。でもどうですか、本当に同じ名前の人がこうオリンピックで活躍するってこう見ててもやっぱちょっとすごい変な感じとか嬉しかったりするんですか？まあ、オリンピックの前から知ってたので存在は、はい、うん、そうですね、元からフォローもしてましたし、はい、まあ、ただフォローは返ってきてないんですけど、はい、スケボーも届いてないんですけど、アピールし続けたいなと思います。いや、でもなんか多分スケボーとかさ、オリンピックを見た方もそうですけど、サッカー好きな人もかなりざわついてたと思いますよ、名前を見ただけで。そうですね、他のチームのサポーターの方とかも、うん、結構これを機にみたいなフォローしてくださったりしてたので、まあしっかりサッカーでアピールして、本物のファンをつけたいなと思います。どうですか、堀米選手は今シーズンはちょっとこういうプレー見せたいなとか、そのチームとしてもこうしていきたいなみたいなとかあったりしますか？まあ、やっぱりもっと前に行く姿勢っていうのをどんどん出していければ、うん、まあ、パスも大事ですけど、うん、やっぱり1対1サイドで作れたら、うん、ガンガン勝負していきたいなっていうふうに思ってます。堀米選手、ここにいただいた資料では高木選手と純粋に仲良しって書いてますけど、家族ぐるみのお付き合いなんですか、高木選手と堀米選手？そうですね、まあ、よし君に限らず本当にいろんな選手と家族ぐるみで仲良くさせてもらってます。でもまずは堀米選手に聞きたいんですけど、昨シーズンの高木選手なんかすごかったなと僕は思ってるんですけど、堀米選手から見ていかがですか？シーズン始まる前に、うん、10得点10アシストはしないとダメだよって言ってたので、おう、それをかなり前半戦でほぼクリアしてたので、はい、でそしたら後半戦なんかちょっと物足りないなって思っちゃって、すごいですけど足りねえなって思ったんで、今年20-20をお願いしたいなと思います。いや、でも高木選手昨シーズンは10ゴール14アシスト、はい、これはご自身としてはいかがですか？いや、本当に個人の数字としては今まで最高だったので、うん、嬉しかったですし、はい、まあ、ゴメスにさっきゴメスが言ってたのとちょっと違うなと思ったんですけど、はい、ゴメスにはヨシ君が10ゴール10アシストしたら、うん、昇格できるよって言われてたんですよ。ほう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 。それで今年できなかったので、はい、去年できなかったので、はい、もっと頑張らなきゃいけないなと思う反面、はい、ゴメスにもうちょっと頑張ってほしいなと思いました。そうですよね、でゴメスさんの見込みもちょっと甘かった部分がありますよね。
そうですね、僕ももっとやらなきゃいけないなと見込み甘かったですね。見込みがちょっと甘かったかも、はい、でもどうですか、あの高木選手やっぱりだんだん相手のマークもそうファールめっちゃ受けてたでしょ昨シーズン。いや多かったですね。だから実際終わってから結構ここ足痛かったなとか打ち身がすごいとかなんかあったりするんじゃないですか。いや本当打撲は去年すごい多くて、うん、あの打撲でトレーナーの皆さんにお世話になってた、うん、っていう印象ですね。どっちかというとそのちょっとひねったとかそういうことじゃなくて、はい、打撲箇所がもう1試合3箇所ぐらいある時もあったのでかなり多かったですね。だからその分やっぱり相当マークも厳しくなってたところもあったかなっていう。そうですね、本当ファールで止めに来るところはあったので、うん、まあ、そこを一つ今年乗り越えるのが目標になってくるかなと思います。やっぱり昨シーズンあれだけの実数字を残したということは今シーズンにかかる期待というのも相当大きいと思うんですけども、ご本人としてはこれぐらい数字とかなんか目標みたいなところとかあったりするんですか。いやまず去年の数字を出したことによって、うん、その期待はされると思うので皆さんの期待に応えられるような数字を出すことと、はい、やっぱりこの僕個人の数字じゃなく、うん、J1 昇格っていうところが一番の目標であって、はい、あのサポーターの皆さんも喜んでくれると思うので、うん、そこを達成したいと思います。どうですか、ゴメスさんからクロスが欲しいのかゴメスさんが走ってるところにパスを出したいのかどっちですか。あ、クロスが欲しいです。あ、クロスが欲しい、はい、でらしいですよ。去年でもヨシ君には2つ多分クロスで あれなんで、あ、決めてもらったみたいな、多分ヘナチョコクロス決めてもらったみたいな感じなんで、あの綺麗なやつ通したいなと思います。ちょっとその2人でのまたゴールっていうのを今シーズンちょっと見れるかもしれないという、そこもちょっと期待したいと思いますけども、ちょっと千葉選手、はい、まあ、千葉選手のもうキャラクター皆さんご存知だと思いますけども、千葉選手から見てもこの小見選手というのはかなり面白い。そうですね、まあ変わってるっていう別の言い方すればそういう言い方もできるんですけども、はいはいはい、もうキャラが立ってますよね、生まれた時点で。あ、生まれた時点で、生まれた時点で、はい、分娩室にあの精を下ろした瞬間からもう持ってる男です。持って生まれた男、はい、千葉選手もいろんなキャラクターのサッカー選手これまでたくさん見てきてると思いますけども、はい、その中でも小見選手っていうのはなかなかのものを抜きに出てますね。あのすごいいい意味で何を考えてるかわからない、本当にストライカー気質だなっていうところは感じます、プレーで言うと。で一つちょっと、小見選手の特徴、PK、うん、ご存知ですか PK、 小見選手の PK、 はいはいはい、はい、多分今年年明けぐらいまでは小見選手が一番長い助走まで長い PK 蹴ったんですけども、はい、最近だってあの流化しの若い子に多分取られて、それをあらね、そうだよね小見ね、はい、そうですね。だからもう特徴が一つ消えました。いや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 、小見選手のあの多分 PK もしかしたらご存じない方もいらっしゃる。あ、そうですね、あのぜひちょっと YouTube ちょっと多分関連動画で多分出てくると思うんで、じゃあちょっと小見選手ここにボールがあるというところで、あ、なるほどなるほど、あの PK 一つ一つ蹴ってもらっていいですか、得意のめちゃくちゃゆっくり蹴るんですよ、ね、はい、いやこの PK はお願いします。小見選手すいません、試合の感じでいけよ、本意気でお願いします。じゃあ笛鳴らします。はい、ピーッ。あ、そっから、あ、そっから、あ、ファールから、ファールから、ファールから、あ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ、そうそうか、そうか、そうか、すいませんでした。あ、いいとこが出ました、ひださん、込みのいいとこが出ました。あ、そうか、意外性、はい、あ、僕はもういきなり PK 蹴るのかなと思ったら、もう入ってる、入ってる、今ボールセットしました、セットしました、はい、ボールセットしました、ピーッ。さあ、PK は込みです。細かい助走、細かい助走、これ本当にこれやりますからね、本当にやります、これ。決まった。あ、決まった、決まった、よか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 った、ああ、それはやらないじゃん、それはやらないじゃん。って長い PK があるんですけども、龍化市のあのキャプテン君の子がなんかにこれを超える PK やられちゃったんで一つ良さが消えました。けども、もうストライカー気質なんで僕はすごい期待します。いや、小見選手これアルビでこの PK のシーンちょっと見たいですね。そうですね、まあ披露したい。っていうのもあるんで、まあ、早く、まあ、もっともっと試合に出て、うん、まあ、その局面があったら、まあ、自分が、まあ、蹴りに行く強い気持ちでやっていきたいと思ってます。あれはもういつぐらいからやってるんですか、あの細かいステップでずっとこう行くのは。高校1年の冬くらいですね。
で、やっぱあれはどうですか、やっぱ相手のキーパーのタイミングみたいなところ見てるんですか。いや、全くその相手との駆け引きとか考えてなくて、ただ単に自分が蹴りやすいから、はい、蹴りやすい蹴り方ですね、あれが。はい、特になんか秘密とかがあるわけじゃないんですけど。そうなんですか、はい、まあ、あんまり言ったら企業秘密もあるかもしれないですからね。そうですね。でもあの昨シーズンは小見選手はプレー見ましたけど、本当にその高卒ルーキーとは思えない堂々とした振る舞いだなと僕は思ってたんですけど、そのあたりご自身としては多分緊張とかされてなかったんじゃないですか。そんなことないですか。そうですね、まあ初めてデビューしたのがリーグ戦デビューしたのが岡山戦なんですけど、はい、その時のアップはすごい緊張してたんですけど、まあ、試合に出たら全く緊張することなく、もう本当チームの勝利のことだけを考えてプレーできてたんで、まあ、そういうところは自分のその芯の太さというか、まあ、そういうところが出せたのかなっていうふうに思います。なんか千葉選手もどうですか、後ろから見ててもなんかその若いっていうなんか言い訳みたいなのがない選手かなっていう気するんですけど。そうですね、まあ、自分に厳しく律することもできますし、うん、なんかやってやるぞっていう、うん、決してこのテクニックで見せる選手ではないと思うんですけども、はい、それでも観客の皆さんに伝わるも熱い思いっていうのは、うん、伝わるプレーはしてくれるので、後ろから見ててすごい僕は心強いです。逆に相手のディフェンスからするとちょっとこう何やるのかなみたいな、ちょっとね嫌な攻撃ですね。ありますあります、うん、僕が相手のディフェンスの選手だったら絶対嫌っすね。ねえ、はい、なんかちょっとやりづらいというか、やりづらいなっていうのはありますね、いう印象がね、はい、あると思いますけど、はい、小見選手は今シーズンはちょっとこういうプレー見せたいなとかいうのはありますか。そうですね、まあ、やっぱゴールっていう結果を示したいなっていうのはあります、うん、やっぱポジション的にフォワードなので、うん、数字っていう部分で見せていかないと生き残れない世界なので、まあ、ゴールっていうのは本当こだわってやっていきたいと思います。もうアルビア先ほどから見てましても、その前線のトップもそうですし、トップ下あたりとかそのあたり の結構メンツがいろんなタレントいますけども、その中でもどんどん自分を出していかないとっていうところですね。そうですね、まあかなりいい選手とかいるんですけど、まあその、はい、こっから目線で言ってかなりいい選手、それはお前は言わない方がいいんだよ。まあ、それはお前が言うんだよ。僕からして、いいです、それは平さんが言うんだよ。込み目線です。あ、すいません、すいません、込み目線です、すいません、どうぞ。はい、まあ、僕からして本当なんかそのすごいいい選手レベルの高い選手、いい笑顔がいるんですけど、まあその中でも、まあ、自分は本当ちょっといいところ、自分のいいところっていうのは一味違う部分だと思うので、うん、まあ、その良さっていうのをしっかり出せれば、まあ、試合にももっともっと絡めるようになってくると思うので、まあ、そこはキャンプからどんどんアピールしていきたいと思います。高木選手どうですか、この攻撃陣ってこういう選手がいるというのは。いや本当みんなとは違った特徴を持っているので、はいはいはい、僕生かす方なので、うん、結構大変ですけど頑張ります。そうか、なんか違うからこそ楽しみな部分もあるし、その特徴を生かさないといけないので難しいとか大変なところもある。そうですね、本当だから本当みんな早くみんなの特徴を知りたいなっていうのは。そうか、まずそこを頭にインプットしないとダメということですね、はい、さあそして千葉選手は、昨シーズンは、まあ、新潟の第1号ゴールでしたね、あれ。あ、そうですね、はい、はいね、今シーズンもある方、再現します、大丈夫です、再現いいですか、再現大丈夫ですか、再現しなくていい、再現しなくていい、再現はいい。いや本当ね、たまたまですけど、うん、僕がね点を取ったのは、あれでこうチームの勢いをつけれたっていうのは、うん、まあ、まあ、まあ 80% ぐらいあると思うので、かなりウエイト高いな、はいはい、まあ良かったかなと思ってます。今シーズンはいかがですか、こういうプレー見せたいなとか、こうしていこうっていうのありますか。いや、もっと勝ちたいですね。あ、はい、やっぱりこう勝たないと楽しくないので、うん、やっぱ前半戦楽しかったってやっぱ勝ってたからなんですよ、はいはいはい、やっぱ勝たないと絶対的に楽しくないので、うん、もっと勝ちたいですね、まあ、自分たちのやりたいサッカーとか、まあ、そういうのももちろんあるでしょうが、その中でもやっぱり勝っていくことで、はい、さらに喜びが増すという、はい、さあ、ということで、ちょっとゴメスさん前から終了って出てましてね、熱感じましたね。いやでね、はい、多分このイベントの最後に、まあ、ゴメスさんは挨拶ご挨拶されると思うんで、まあ、ここはゴメスさんは、はいね、あれしときますけど、これまで、一組目が阿部選手が大きな声で挨拶していまして、はい、やってましたね、で二組目は早川選手が、これまたもう阿部選手より大きな声で挨拶していただきまして、で三組目は谷口選手が、また谷口選手らしい、挨拶をしていただいたんですけども、四組目ゴメスさん誰行きましょうか。まあ、ここまで大卒選手がやっぱり
3人とも大学やっぱ卒業してるんで、はいはいはい、まあ、この中で言えばもうねセンターでちょっとなんか喋り足りないみたいな顔もしてるんで、あ、はいはい、遠藤選手ぜひ、わかりました、そこ僕は意外ともしかしたら小見さんに行くんかなと思ってたんですけども、僕も思いましたけども、やっぱキャプテン見る目が違いますね。やっぱ見るところがね、千葉選手で、ね、ちょっと違いますね。キャプテンですね。じゃあ遠藤選手すいません、あのご指名なので一言お願いします。お願いします。お願いしていいですか。お願いします。あの皆さんあの地声で いいですよ。マイク使ってもいいんですけども。一発芸いいですか。一発芸でいいですか。わかりました。じゃあ一発芸。すごいな、みんないろいろ持ってるな。え、芸言わなくていい、一発芸何々みたいな。トーク中考えてたでしょ。そのままいける。そのままいきますか。じゃあお願いします。面白い、出た、面白いですね。普通の乳搾り違いますよ、ファンキーな乳搾りですよ。いや、ファンキーでしたね。ね、あんな位置にだってないですもん、お乳、牛のお乳。いや、牛もファンキー、いつも以上に乳が出たと思いますよ牛もびっくりして、あんな感じでお乳搾られたことないから。いやー、なんかゴメスさんいろんなキャラクターがいて面白いですね。面白いですね、楽しいですね。いや、もっと見たいですけどねまあ、またの機会に、はい、またの機会に。遠藤選手ありがとうございます、突然のフリーに。面白かった、ありがとうございます。なんか遠藤選手なんかちょっと悲しい顔になってるんですけどいやいや大丈夫ですかね。すごい緊張しました。大丈夫です、はい、コミ選手は大丈夫ですか。はい、大丈夫です。大丈夫コミどうだった今の遠藤の。面白かったですいや本当に楽しいお話を皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いいシーズンになりますように。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう何なんすか、僕もてっきり小見選手がっていう感じを想像してたんですよ。まさかの遠藤選手すごいですね、サッカー選手って。そうやって遠藤選手も振られてすぐにできるってすごいですね。いやいや、すごいびっくりしたいやすごい。全4組、はい、平畑さんにね選手トークコーナー担当していただきましたが、はい、持ってる選手が多いですね。いや僕はその例えば選手名鑑とかね、はい、ありますけど、そこにはない選手のなんかまあ特技であったりとか、なんか表情みたいなのが見れるという部分では、このイベントも毎年ほっと楽しみですね。なんとなくこう見てくださってる方の笑い声聞こえてきましたね。ねえ、見てる方も、あの選手そんなこともするんだみたいなところがねちょっと見えて、なんか楽しかったなという感じがですね、はい、しました。素晴らしいトークコーナーを展開してまいりました。その MC としてゲストの平畑啓司さんに担当を今年もしていただきましたが、はい、さあそろそろ終わりの時間も近づいてきた中、はい、平田さん改めてこのアルビの選手たち、はい、どんな印象ですか、お話をされてみて。いや、なんかそのいろんな年齢層の選手ももちろんいるんですけど、はい、なんか選手同士がすごいコミュニケーションが取れてるんだろうなっていうのはすごく感じしましたね。平田さんいろんなチームご覧になってる中で、うん、はい、まあ、そのチームの輪って、うん、絶対的ないいチームの条件なわけですよね。いやそれはもう大事だと思いますね、うん、でこれからシーズン始まる前からそれぐらいのこのいい関係性ができてるっていうのは本当にちょっと楽しみじゃないですかね。本当にそうですね、うん、はい、はい、ぜひご覧いただいていた皆様より親近感を持ってアルビレックス新潟の応援をねぜひよろしくお願いいたします、そして改めてここでご案内させていただきます。アルビレックス新潟講演会では2022年度会員の入会を受け付け中です。入会をするとクラブ支援につながるほか、シーズンパスの1万円割引も受けられます。会員限定特典やイベントでもっともっとアルビライフを楽しみましょう。お申し込みはクラブの公式ホームページで受付をしておりますので、ぜひとも皆様の講演会へのご入会をお待ちいたしております。さあそれではこの激励会、最後まで平畑さんにはお付き合いをいただきまして、はい、改めて全選手スタッフの皆さんにご登場いただきましょう。さあそれでは最後になりますが、アルビレックス新潟松橋力蔵監督よりサポーターの皆様へご挨拶をさせていただきます。監督よろしくお願いいたします。
本日はアルビレックス新潟激励会オンライン配信をご視聴いただき誠にありがとうございました。また後援会員の皆様におかれましては日頃より温かいご支援ご声援をいただき本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。昨日よりチームは始動いたしました。17日からは3週間の高知キャンプを行います。キャンプでは我々の強み、そしてそこにさらなる武器をしっかりと磨き上げ、今シーズンを戦い抜いていく準備をしっかり行っていきたいと思っております。ぜひ期待していただきたいと思っております。ここで一つ私から皆様にご報告がございます。今年度のキャプテンを私の方から任命をさせていただきました。昨年に引き続き堀米選手にキャプテンの就任を打診し快諾をいただいたことをここでご報告申し上げます。私が昨年彼を見る中で、彼であれば必ずや苦しい時も辛い時もチームを良い方向に導いてくれると、そう確信しております。皆様もぜひご期待してください。最後になりますが、我々は必ずや目標を達成するためにしっかりと日々精進していくことを誓い、必ず達成するということをここで申し上げさせていただきます。そこにはですね、皆さんのこれからも熱いご支援ご声援が必要となってきます。これまで同様、そしてこれまで以上のご支援ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。松橋監督からサポーターの皆様へご挨拶をさせていただきました。さあ、その監督からもあった通りですね、新シーズン2022年のアルビレックス新潟はキャプテンは堀米雄斗選手が務めます。そのキャプテン堀米選手からサポーターへご挨拶をお願いいたします。今年もキャプテンを務めさせていただきます堀米雄斗です。力さんから、今年もキャプテンをやってほしいというお願いを、してもらって、僕自身去年一昨年とキャプテンをやらせてもらった経験を生かしてさらにいいチームを作り上げたいなという思いもありましたので、今年もやらせていただくことにしました。アルビレックス新潟の選手の仲の良さは日本でも一番だと思ってますし、すごくいいところだと思います。ただピッチ内での競争、その激しさっていうのはまだまだ物足りないものがあるっていうのも感じています。なので今年は練習から本当に激しく、意見をぶつけ合ってより強くたくましいチームになっていけるように、キャプテンとして仕事をしていきたいと思いますので、変わらない熱い応援をよろしくお願いします。ここにいる選手たち全員で1年間しっかりと戦い抜いていきますので、最後まで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。堀米選手、ありがとうございました。なお、私から報告をさせていただきますと、副キャプテンですが、背番号18番、早川文也選手に決定をいたしました。さあ、2022年アルビレックス新潟激励会ご視聴いただきました皆様ありがとうございました。ここで今回の激励会もゲストとしてトークコーナーを盛り上げてくださいました平畑啓二さんよりサポーターの皆さんへ一言ご挨拶をお願いいたします。はい、今日は本当にありがとうございました。
ちょっとやっぱお客さんがねいらっしゃらないというのは少し残念ではありましたけども、こうやってこう選手の、まあ、楽しいキャラクターとか、熱意とかも伝わったんじゃないかな。あのチャットを見る限り、ご覧になっている方の、気持ちも多分あの選手の方にも伝わったんじゃないかなと、思っております。堀米選手がまたこう新たに契約を結んだ時に、こんなに地域の皆さんに愛されているクラブはないんじゃないかなというような、そんな SNS でツイッターでつぶやいておられましたけども、多分それは非常に選手に伝わっていると思いますし、なんかずっとそういうクラブでなんかあり続けてほしいなと、そんな感じがいたしました。今日本当に、楽しい時間を僕も過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、改めて最後にご案内をさせていただきます。アルビレックス新潟講演会では2022年度会員の入会を受け付け中です。入会するとクラブ支援につながるほか、シーズンパスの1万円割引も受けられます。会員限定特典やイベントでもっともっとアルビライフを楽しみましょう。お申し込みはクラブの公式ホームページにて受付をしておりますので、皆様のご入会をお待ちいたしております。本日は2022年アルビレックス新潟激励会をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またたくさんの方のチャットでのコメント、そしてスーパーチャットでのご支援、本当にたくさんいただきました。誠にありがとうございました。さあ、これがいよいよこの激励会オンライン配信の締めとなりますので、どうぞ選手の皆さんもですね、カメラに向かってあの手を振っていただき、最後のご挨拶をしていただければと思います。平畑さんも一緒にお願いいたします。はい、今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。